梅雨しとど。一。先生。と、いりは会う。そのいりの背丈より、秋近い武蔵野の草は高かった。早く来い。武蔵は振り向いて、草の中を泳いでくる、ひなどりの足音を時々待つ。道があるんだけれど、わからなくなっちまう。さすがに、十軍に渡るという武蔵野の腹は広いな。どこまで行くんです どこか住み心地の良さそうなところまで。住むんですかここへ。いいだろう。よりはいいとも悪いとも言わない。野の広さと等しい空を見上げて。そう、どうだか。秋になってみろ。これだけの空が住み、これだけの野に露を持つ。思うだり、気が済むではないか。先生はやっぱり街の中は嫌いなんだな。いや、人中も面白いが、あのように、 悪口の考察を辻つ辻じつじに立てられてや、なんぼ武蔵がつかましようても、町には居づらいではないか。ところを逃げてきたのうん悔しいな。何を言うか、あれ式のこと。だって、どこへ行っても先生のことを誰もよく言わないんだもの。おいらは悔しいよ。仕方がない。仕方がなくないよ。悪口を言うやつをみんな打ち殺して、こっちから文句のあるやつ出てこいと、札を立ててやりたいや。いや。 そんなかなわぬ喧嘩はするものじゃない。だって、先生なら、無法者が出てきたって、どんな奴が向かってきたって、負けやしないよ。負けるな。どうして週には負ける。十人の相手を打ちまかせば、百人の敵が増え、百人の敵を追う,ううちには、千人の敵がかかってくる。どうして、かなうものか。ちょいしょう、人に笑われているんですかわしにも、何は欠癖がある。ご先祖にもすまない。どうかして 笑われる人間にはなりとはない。だから、武蔵野のつゆにそれを探しに来たのだ。どうしたら、もっと笑われない人間になれるかと。いくら歩いても、こんなところにうちはないでしょう。あれば、お百姓が住んでるし、また、お寺へでも行って、泊めてもらわなければ。それもいいが、木のあるところへ行って、木を切り、竹を畳み、かやを吹いて、住むのもよいぞ。また、法天ヶ原にいた時のように。いや、 今度は百姓はせぬ。毎日、座禅でもするかな。より、お前は本を読め、そして、みっしり立ちの稽古をつけてやろう。公州口の立場、柏木村から野へ入ったのである。十二所言言の丘から、十貫坂と呼ぶ野坂を降りてからは、ほとんど歩いても歩いても、同じような野であった。夏草の波の中に、消え消えになる、細い道であった。 行くほどに、やがて、傘を伏せたような松の丘があった。武蔵はそこの地層を見て、より、ここに住もう、と言った。行くところに天地があり、行くところに生活が始まる。鳥が巣を作るのから比べれば、二人の住む一案を立てるのは、もっと簡素だった。近くの農家へ行って、よりは一人の日雇いと、おの、 のこぎりなどの道具をやがて借りてきた。二。草案とまでは行かない、ただの小屋でもない、妙な家がとにかく数日の間にそこに立った。神尾の家はこんなものでもあったろうか。武蔵は外から我が家を眺めて一人京に行っている。木の皮と竹とかやと板とでできている。そして柱は、 付近の丸木である。その家の中の壁とか小生地とかに、ほんのわずかばかり使用されている保護紙が、広く貴重に見え、また文化的な光と匂いをたたえ、やはり神代ではありえない住居を証拠立てている。しかも朗々と、胃のすだれの影からは、いおりの読書の声が流れている。秋となっても、蝉の声はまだ盛んだったが、到底、そのいおりの声にはかなわない。 より、ほい、ほい、と返事したときは、よりはもう彼の足元に来てひざまずいていた。近頃、厳しく鳴らしたしつけである。以前のわらべ弟子上太郎には彼はこうしなかった。彼の振る舞い対応に振る舞わせ、それが育つ盛りのものには良いことであり、人間を自然に伸ばすことだと考えていた。武蔵自身がそう育てられてきたからである。 だが、歳とともに彼の考え方も変化してきた。人間の本来の性質の中には伸ばしてもいい自然もある。だが、伸ばしてはならない自然もある。放っておくと得て伸ばしてはならない本質は伸び、伸ばしてもいい本質は伸びないものだった。この草案を立てるので草や木を刈ってみても伸びて欲しい植物は伸びず、四股草や邪魔な漢木は、 勝っても勝っても、はびこって仕方がない。応仁の乱この方、世の中の姿は、文字通り、乱馬であった。信長がそれを借り、秀吉が束ね、家康が地ならしと建築にかかりかけているが、まだ、まだ危ないことは、つけ木の日一つで、天下を人なさんず煙もムシムシと、西には満ちている。だが、この長い乱馬の世相は、もう一転する時だろう。 野生の人間が野生を大きく変われる時代は過ぎた。武蔵が歩いた足跡の範囲だけを見ても、将来天下が徳川になろうが、豊臣の手に帰ろうが、人心の一致している方向はすでに決まっている。それは、乱魔から整理へ、また破壊から建設へ。要するに、求めても求めなくても、時期の文化が人心の上へひたひたと後を上げているのである。 武蔵は一人思うことがある。生まれたのが遅かった。と。せめて二十年も早く生まれていたら、いや、十年でも間に合ったかもしれない。と。自分が生まれた時がすでに天正十年の小牧の合戦のあった年である。十七歳にはあの関ヶ原であった。もう野生の人間が用をなす時代はその頃から過ぎてしまったのだ。 今思えば、田舎から槍一本持って出て、一国一条を夢見るなどということはおかしいほど、時代錯誤な田舎者の世間知らずであった。早い。時勢は急流のように早い。太閤秀吉の出世が、つつうらうらの青年の地へ響いてきた時には、もう太閤秀吉の当衆ではいけないのである。武蔵は伊へ教えるのに、 そう考えずにいられなかった。そのために、上太郎とは違って、ことにしつけを厳しくした。次の時代の侍を作り上げねばならぬと思った。先生、何か雇用でございますかのぜに大きな日が落ちかけた。いつものように墓券を取れ、稽古をつけて使わそう。はい。よりは、日本の墓券を持ってきて、武蔵の前に置き、お願いいたします。丁寧に。 頭を下げた。三。武蔵の墓剣は長い、いよりの墓剣は短い。長い墓剣は西岸に、短い墓剣も西岸に。いわゆる愛西岸にあって、指定は向かい合っている。草より入れて、草へ沈むという武蔵野の火は、地平線にほのかな余影を残していた。草案の後ろの杉林は、 もう暗かった。日暮らしの声を仰ぐと、細い月が、その小杖に忍び寄っている。稽古である。もちろん、よりは武蔵の構えを真似て、自分も構えているのであった。撃ってもいい、と言われているので、よりは撃っていこうとするが、思うように体が動かせないのである。目を、と、武蔵が言う。よりは、目を大きくした。 武蔵がまた言う。目を見ろ。わしの目を、くわっと見るのだ。よりは、懸命に、武蔵の目を睨もうとする。だが、武蔵の目を見ると、自分の睨みは跳ねのけられて、武蔵の睨みを受けてしまうのである。それでもなお、じっとこらえて、見つめていようとすると、頭が、自分の頭だか、人の頭だか、わからなくなってしまう。頭ばかりでなく、 手も足も五体すべてうつつになってしまう。するとまた、目を、と注意される。いつの間にか目は武蔵の目の光から逃げるように、そわそわ動いているのだ。はっと、それに心を集めると、手に持っている木剣まで、いよりは忘れてしまうのだった。そして、短い木剣が、百貫の鉄の棒でも支えているように、だんだん重くなってくる。目、目、 言いながら、武蔵が少しずつ前へ進んでみせる。この時、伊織がどうしても後ろへ下がりたがるので、それを幾十度も今日まで叱られてきた。で、伊織は武蔵に習って前へ出ようと努めるのだった。武蔵の目を見ていては、到底足の親指もにじり出せないのである。下がれば叱られる。進もうとするが進めない。伊織の体がクわっと熱くなる。 人間の手に掴まれたセミの体みたいに、くわっと熱くなる。この時、何をと、よりの幼い精神の中にも、焦然と火花が走るのだった。武蔵はそれを感じると、すぐ彼の気を誘って、来い言いながら、魚がかわすように、さっと肩を落としながら身を引いてやるのだった。よりは、あっと言いながら飛びかかる。 武蔵の姿はもうそこにはいない。一転して振り向くと自分のいたところに武蔵はいる。そして最初の時と同じ姿勢にまた帰るのであった。いつかそこらは人とにつゆが綴っている。眉に似た月は杉林の影を離れ、そこから風の落ちてくるたびに虫の音は皆息を引く。昼はさほどとも見えない秋草の花々も、 顔を装ってみな、現象ういを舞うかのようにそよぎ立つ。よし、これまで。武蔵が物件をおろして、それを伊織の手へ渡したとき、イオの耳に初めて、裏の杉林のあたりに人声が聞こえた。四。誰か来たな。また止めてくれと、旅の人が迷ってきたんでしょう行ってみろ。はい。 よりは、裏へ回っていった。武蔵は、竹園に腰掛けて、そこから見える武蔵野の夜を眺めていた。もう、ホススキが、ほを揃え、草の波には、秋の光がある。先生、旅人が違いました、お客様です。客北条新造様が、おう、宝条殿か。の道から来ればよいのに、杉林の中に迷い込んで、やっとわかったんですって。馬を向こうにつないで、 裏に待っておりますかこの家には裏も表もないが、こちらがよかろう。お連れもしてこい。はい。家の横へ駆け回って。補助さん、先生はこちらにいます。こっちへおいでなさいまし。よりがどなる。おう。武蔵は立って迎え、すっかり創建になった心臓の姿にまず、喜びの目を見合った。ご無沙汰いたしました。 おそらく、人を避けてのお住まいとは察しながら、押して突然、お妨げ申しました。お許しのほど、心臓の挨拶に、えしゃくしながら武蔵は、縁へ誘って、まあ、おかけください。いただきます。よくわかりましたな。ここのお住まいで。されば、誰にも告げてないはずだが、図子の孔介から聞いて承知いたしました。果実、孔介と、お約束の観音様がお出きとかで、 いより殿は届けられたそうで。はは、ではその折、いよりがここのところを喋ったと見える。いや、別に、武蔵もまだ人を避けて干挙するなどという年ではありませんが、七十五日も身を潜めていたら、うるさい噂も覚めをし、したがってまた、孔介などに災いのかかる恐れもなくなろうかと思ったまでのことでござる。お詫び申さねばなりません。と、心臓は頭を下げて、 皆、手前のことからご迷惑を。いや、お身のことはエラーに過ぎない。原因はもっと遠いところにあるのです。小次郎と、この武蔵との間に。その、佐々木小次郎のために、またしても、小畑老先生のご子息、横郎殿が殺害されました。え、あの子息は帰り家です。私が倒れたと聞かれたので、一途にキャツを狙って、帰って、落命なされたのでした。 止めたのに。武蔵は、いつかお畑の玄関に立った若い余五郎の姿を思い浮かべ、あたら、と心の内でつぶやいた。しかし、ご子息のお気持ちもわかるのです。門下はみなさり、かくいう手前も倒れ、老先生も先ごろ病死なされました。今は、というお気持ちを抱いて、小次郎の家へ襲って行かれたものと察知られます。うん。 まだ、わしの止め方が足らなかった。いや、止めたのが帰って、ヨゴロウ殿の早期を、あべこべに借り立てたかもしれぬ。返す返すも、惜しいことを。で、実は私が、お畑の後を継がねばならぬことになりました。ヨゴロウ殿の他に、老先生の落ち筋もないので、すでに舌下となるところ、父、青の神から、ヤギウムネ様へ実情を申し上げ、お骨折りで、死の仮名だけは、 用紙の手続きをとって残ることに相なりました。しかし、未熟者の私では、かえって、甲州流軍学の名家の名を、汚すようなものではないかと、それのみを、それのみを恐れておりまする。五。北条新蔵が言葉の中に、父、青の神と言ったのを、武蔵はふと聞きとがめて、北条青の神殿と申せば、 公衆流のお畑と並んで、宝珠流の軍学の宗家ではありませんかそうです。祖先は演州に起こりました。祖父は小田原の宝城宇治綱、宇治安の二代に仕え、父は大御所家康公に見出され、ちょうど三代、軍学を持って続いてきております。その軍学の家に生まれたそ本がどうして、お畑の内弟子などになられていたのか父の阿波の神にも文字はあり、 将軍家も軍学をご進行しておりますが、こりは何も教えません。だへ行って指示してこい、世間から苦労を先に学んでこい、と申すような風の父でありますゆえ。心臓の物腰や、そういう人柄のどこかに、そう聞けば、やしくないところが見える。彼の父は、北条流の流れを組む三代目、阿波の神内勝であろう。そうすると、その母は、 おだわれの宝城宇治安の娘である。人品のどこかに下船でないものが、ほの見えるのは道理であった。つい余談に紛れましたが、と、心臓はそこで辞儀をし直し、今宵急にお尋ねいたしたのも、実は父、淡の神の言いつけで、本来父の方からお礼に伺うところであるが、檻からちょうど珍しいお客様もき合わせて、屋敷にお待ちいたしておるので、 お迎えいたして来いと言いつけられて参ったのでござりますが。と、武蔵の顔色を伺っていた。はて、武蔵はまだ彼の言葉がよく組めないらしく。珍しいお客がそこ元のお屋敷で拙者を待ち受けているから来い、という仰せかなそうです。恐縮ながら手前がご案内いたしますほどに。これからすぐに。はい。一体その客とはどなたでござるか武蔵には、 トンと江戸には知球がないはずでござるが、ご幼少からよくご存知のお方でござります。何幼少からいよいよ下せない。誰だろう幼少からといえば懐かしい。本意殿又八か、あるいは竹山城の侍か、父の旧地か。ひょっとしたら、お通ではあるまいか。などと思いながらまた、その客とは一体誰かと聞くと、心臓は急した様子で。お連れしてまいるまで。 名は明かさずにおれ、会って意外と喜び合った方が興があるから、と申されるのです。お越しくださいましょうか。というのである。武蔵はしきりと、そのわからぬ客に会ってみたくなった。お通ではなかろう。そう思いながら、また心の隅で、お通かもしれないし、と思われたりする。参ろう。武蔵は立って、より先に休め、と言った。 心臓は使いの面目が立ったと喜んで、早速裏の杉林に繋いでおいた駒を縁先まで引いてきた。駒の蔵も脂も、秋草の露に人造に濡れていた。六、どうぞお召しを。と、北条心臓は馬の口輪をつかんで武蔵へ進めた。武蔵はあえて辞退せず安城の人になって、より、 先に休め、わしの戻りは明日になるかもしれぬ。いよりも外まで出て、行っていらっしゃいまし、と見送った。はぎ、すすきの中を馬上の武蔵と口輪を持つ心臓の影とが、やがて一面なつゆの彼方へ沈んでいった。いよりはポカンと一人ぼっちになって竹縁に腰掛けていた。この草案に一人留守をすることも珍しくはない。 また、法典が原の一つ屋にいた頃のことを思えば、寂しくもない。目、目。よりは、稽古のたび、武蔵から言われることが頭にこびりついて、今もすぐ銀河の空を仰ぎながら、ぽかんとそれを考えていた。どうしてだろう。なぜ、武蔵の目になばれると、あの目を見ていられなくなってしまうのか、よりにはわからなかった。そして、 少年の純な悔しさが大人以上の一途となって、それを幼い思念で解こうとしていた。そのうちに彼は草案の前の一本の木に絡んでいるノブドの墓下か,から、キラと自分の方を睨んでいる二つの目に出会った。おや生き物の目である。それは死の武蔵が木剣を持って自分を見る目にも劣らない光を帯びている目だった。 とのいよりは、のぶどうのみえ、よくくるムささびの顔を覚えている。あの、琥珀色の目が、草案からさす火のせいか、妖怪のそれのように、恐ろしく、ギラギラ光っているのだった。ちくしょうめ、おいらが育児がないと思って、ムささびまで、人を睨んでやがるな。負けるか、お前なのに。いよりもまた、負けない気になって、ムささびの目を、きつく睨み返した。 彼が竹縁から両七を張って息もせずにそうしていると、なんと感じたものだろうか。いこじで遮気深くて執念強い小動物は逃げもせず、かえって鋭い光をその目に加え、じーっといつまでもよりの顔を見ているのである。負けるか、何時ごときに。と、よりも見つめる。長い間を全く息もせずにそうしていたのであったが、やがて、 伊織の目の力が彼を圧迫してしまったものか、信道の歯が傘と揺れた刹那に、ムササビの影はどこへやら消えてしまった。ゾモを見ろ伊織は誇った。彼はびっしょり汗をかいていたが、なんだか胸がせいせいして、今度死の武蔵と立ち会う時には、今みたいに睨み返せばいいんだと思った。彼は椅子だれを下ろし、草案の中で眠りについた。 明かりを消しても、椅子だれの隙間から、梅雨明かりが青白く差している。彼自身では、横になると同時に、すぐ眠りに入った気がしていたが、頭の中には、何か光る玉のようなものがギラギラしていて、それがだんだん、うささびの顔のように、夢うつつの境に見えてくるのだった。うーんうーん、ん何度も、彼はうめいた。そのうちに、どうしても、 その目がヤグの裾の方にいる気がしてならないので、むくり、起き直ってみると、果たして、薄明るいむしろの上に、一匹の小動物が、くわっと自分を睨みつけているのだった。おっ、くしょう枕元の刀を取って、切るつもりのよりは、もんどり打って刀と共にまろび、さっと動いた椅子だれに、むささびの影が黒く止まっていた。くしょう その椅子だれもズタズタに切り、外ののぶどうも乱利と切って、なお、脳を見回していたよりは、二つの目の行方を天の一角に見つけた。それは、青い青い大きな星だった。試験一等。一。どこかでカグラ笛の音が遠く聞こえるようでもある。 夜祭りでもあるのか、かがりの火花が森の崩れに薄赤く刺している。馬でこそ一時だったが、口輪を取ってついてきた北条心臓には、この牛込までかなりの道であったに違いない。ここです。赤城坂の下。一方は赤城神社の広い境内であり、坂の道を隔てて、それに劣らぬ広い土塀を巡らした宅地がある。 土豪の門のような底の構えを見て、武蔵は蔵を降り、ご退儀、と心臓へ手綱を返す。門は開いていた。彼が引き込む駒の歪めがカツカツと手内へ響くと、待ち儲けていたらしく、試食を手にした侍たちが、お帰り、と出迎えて、彼の手からまた駒を受け取り、そして客の武蔵の先に立って、ご案内いたしまする。 心臓と共に木々の間を縫って、大玄関の前まで来る。すでに、そこの式台には、左右に明るい食台を備え、用人らしいもの以下、泡の髪の召使いがずらりと図を下げていた。お待ち受けでございます。どうぞ、そのまま。ごめん。武蔵は、顎段を上がって、家人の道行くままに歩いた。ここの矢作りは変わっていた。 階段から階段へ上へばかり登って行くのである。赤城坂の崖へ寄って矢倉組に行く部屋も積み上げられてあるのである。しばらくご休息を。一室へ通して侍たちは下がって行く。武蔵はそこへ座るとすぐこの部屋の高い位置に気づいた。庭の崖先から真下に江戸城の北の堀が見え、 城壁を包む丘陵の森と対して、昼間はさぞと、ここからの展望も忍ばれるのであった。音もなく、加藤口のふすまが開く。美しい駒遣いが、そそと彼の前に、菓子、茶、タバコなどのもてなしを備え、無言のまま下がっていった。その、あでな帯や裾が、壁へわれていくように隠れると、後には、 ほのかな匂いだけが漂って、ふとむさしに、女なるものを、忘れていた胸から思い起こさせた。しばらくすると、故障を連れた主がそこへ現れた。心臓のジップ、泡の神じかつである。むさしの姿を見ると、非常に馴れ馴れしく、いや、自分の息子たちと同年配なので、やはり、子供のように見えるのであろうか。いや、ようおこし。 いかみしい辞儀などを略して、故障のしつらえた敷物へ、武将らしくあぐらを組み。けば、せがれの心臓が、いかいごうんになったそうな、お腰をねごって、礼を言うなどは逆礼じゃが、許されいい。と、扇の先に手を重ねて、高い図をちょっと下げた。恐れ言う、と、武蔵も、軽い絵釈をして、泡の神の年配を見ると、 もう前歯は三本も抜けているが、皮膚の艶は老人嫌いな負けん気を表し、少し白いのも混じってはいるが、太い口ひげを左右へ生やして、そのひげがまた歯のない唇の周りの梅干しじわをうまく隠しているのであった。小沢さんな老人らしい。そのせいか若い者に、すぐ親しまれそうな人である。武蔵はそう感じながら、彼もまた、 気軽にすぐ尋ねた。ご子息から伺えば、私を存じおるお客が、ご当家に気合わせておられるよし、一体、どなたでございますかに今、お合わせをする。淡の神が落ち着いて、よう、そこもとを知っている人だ。偶然にも、二人が二人とも、よく知っておる。では、客殿は、お二人と見えますな。 どちらも、わしとは親しい友達。実は、今日五条内で出会ったのじゃ。そして、ここへ立ち寄られて、よもやまの話のうちに、心臓が挨拶に出たことから、そこまとの噂が始まった。すると、客の一人の方が、にわかに、久しぶりで会いたいという。また一方も、会わせてほしいという。そんなことばかり、述べ立てていて、泡の神を、なかなか客が、何人であるか明かさないのであった。 だが、武蔵は、薄々溶けてきた心地がした。にっと、微笑みながら、試みに。わかりました。周宝拓ど殿ではございませんかと、言ってみると。いやあ、当てたわ。果たして、泡の神は、小膝を打って。よう、お察しじゃ。いかにも、今日五条内で出おうたのは、その拓腕棒。お懐かしかろうその後は、実に久しく、お目にかかりませぬ。一人の客が、 たくあんであることはこれで分かった。だが、もう一名は誰か。思い当たりもない。青の神は案内に立って、ござれ、と部屋の外へ導いた。そして外へ出ると、また短い階段を上り、鍵の手に曲がっている廊下を奥深く入っていった。そのあたりで、ふと先にいた青の神の姿が見えなくなった。回廊も階段もひどく暗いので、 勝手を知らぬ武蔵の足が遅れがちであったせいもあろうが、それにしても気の短い老人ではある。武蔵が足を止めて佇んでいると、明かりの差しているあなたの座敷らしいうちから、こなたじゃ、と、ああの神が言う。おう、目は答えたが、武蔵の足は一歩もそこから出ていない。明かりの流れている縁側と、彼の立っている廊下との間を、約九尺ほどの闇が中断していて、 そこの暗い壁の路地に、武蔵は、何か好ましからぬものの気配を感じたのである。なぜござらぬ武蔵殿、こちらじゃよ。はよ、渡られい。あの神は、また読んだ。はい。武蔵は、そう答えずにいられないところに立っている。だが、彼はやはり、前へ進まなかった。静かに、足を巡らして、十歩ばかり戻ると、 庭先へ出る、蝶図口がある。そこの靴脱ぎにあるポクりを履いて、庭づくりにめぐって、泡の髪が呼んでいる座敷の前へ出て行った。お、そこからと、泡の髪は、何か出し抜かれたような顔して、座敷の端から振り返った。武蔵は、意にもかけず。おう、と、座敷の内へ呼びかけて、とこの正面に座っている宅庵へ、心の底から笑顔を向けた。 おお、と、同じように、たくあんも目を見張り、席を立って迎えながら、武蔵か、と、これも懐かしそうに、待っていた、待っていた、と、何度も繰り返して言うのだった。三。さて、久しい開口である。二人ともしばらくは見やくことなく、お互いの姿を、ただ眺め合うばかりであった。 しかも、場所も場所。武蔵にとっては、なんだか、この世の対面とも思われぬ心地がするのだった。まず、その後のことだも、わしから話そうか。と、拓腕は言う。そういう拓腕は、昔ながらの粗末な創意で、決して禁断も、玉も、飾ってはいないが、どこか以前の彼とは風貌も違っているし、言葉の角も丸くなっている。武蔵が、 かつての野育ちから現れて、昔ながらの一夜人でも、どこかに温厚を加えてきたように、たくあんもようやく、その人間に、風格というものや、前果の深みを備えてきたものであろう。もっとも、武蔵とは、年も十一も違う。やがてたくあんは、四十に近いのである。この前、お別れしたのは、京都であったのう。京都以来か。あの折、わしは母の既得で、 たじまへ帰った。こう語り出して、母のおに服すこと一年、まもなく旅へ出て、先週の南草寺へ身を寄せ、後には大徳寺へも参じ、また、光宏卿などと共に、世の流天をよそに、歌うんやよし、茶山舞よし、思わず数年を暮らしてきたが近頃、岸和田の城主小出右京の神が下校に堂々して、ブラと江戸の開けよう、ありのまま言えば、 見物に来たのじゃが。では、近頃のお下校でござりましたか。右大臣秀忠、とは、大徳寺でも二度ほど大手いるし、大御所にはしばしばえしておるが、つい江戸には今度が初めて。して、お元には私もつい、この夏の初め頃から。だが、大部も関東でも、お主の名は有名なものじゃのう。武蔵はぞっと、 背筋に恥を覚えながら、悪名ばかり、と、うつむいた。たあんは、その手をしげしげ眺めいって、彼の竹蔵時代の姿を思い出しているらしかった。いや、なに、お主ぐらいな年頃に、早くも微名の高いのは、むしろどうかな。悪名でも構うわい。宇宙、不義、逆と、そんな悪名でない限りは、と、たあんは言って、さて、 次にはそちらの修行、また今の境遇など聞きたいが、と問いただした。武蔵はこの数年の荒ましを語って、今もって未熟深く、いつまで真の五乳ができたとも思われませぬ。歩めは歩むほど道は遠く深く、何やら果てなき山を歩いている心地でございまする。と、十回した。んそうなくては。と、むしろ拓案は、 彼の短足を正直な声として喜びながら。まだ三十にならぬ身が、道の身の字でも分かったなどと抗言するようじゃったら、もうその人間の方は止まりよう。十年先に生まれながら、野草などもまだまだ禅などと話しかけられると背筋が寒い。だが不思議と世間がこの盆濃字を捕まえて、法を弔問したいの、教えをこいたいのという。おもとなど、 かいかぶられていないだけに、わしよりは素肌がじゃな。訪問に住んで怖いのは、人を、ややともすると、生きぼとけかのように、あがめこむことじゃよ。二人が、話に熱している間に、いつか、んや調子などが運ばれてきていた。おお、そうそう。阿波殿、天守役じゃ。もう一たの客をお呼びして、武蔵殿へ、行き合わせてもらいたいの。 タクアンが気づいて言う。禅は、四客分配られてある。そして、ここにいるのは、タクアン、阿ワノカビ、ムと三名だけである。姿の見えぬ、もう一名の客とは誰か。武蔵には、もうわかっていた。しかし、彼は黙って控えていた。四。タクアンにそう催促されると、 あの髪は少し慌てた顔色で、お呼びするかのう、と、ためらった。そして、武蔵の方を見て、ちと、こちらの格策が、そこもとに見事、見破られた形でな、いささか、発案者のわしが面目のうて、と、意味ありげに、言い訳を先にする。あんは笑って、破れたからには、潔を兜とおのいで、打ち明けてしまったがよろしかろう。 本の座教の企み、北条流の宗家じゃとて、そう見識を張っておるにも当たるまいて、と言った。元より、わしの負けだ。青の神はそうつぶやいたが、まだ不審な色をその顔に残して、自分の企みを割って話すとともに、武蔵へ向かって次のような質問をした。実は、せがれの心臓からも、たくあん殿からも、 おみさまの人間はよう受けたまわって、その上、お迎え申したことじゃが、失礼ながら、今のご修行がどれほどなものか、それは知るよしもなし、またお目にかかって、言葉の上で伺うよりも、まず先に、無言のうちに拝見いたそうかと、ちょうど言いわせた人も叱るべきお方ゆえ、いかが、と、はかったところ、かしこまったとすぐ飲み込まれて、まことは、あれなる暗い廊下の壁路地に、 そのお方が刀の小口を切ってお待ちしていたものでござる。青の神が今さら人を試すようなことをした書意を自ら恥じているようにそこで謝罪の意を示して、それゆえに実はわざと手前がこちらから渡られい渡られいと幾度も罠へ誘うつもりでお呼びしたのじゃが、それをあの時とにはどうして後ろへ戻って、 岩崎からここの縁側へとお回りになられたのか。それが伺いたいものじゃて。と、武蔵の顔を見入って言うのだった。武蔵は、ただ口のあたりに、ニヤニヤと笑いをたたえるのみで、どうともその解説を与えなかった。そこで、たくあんが言うには。いや、阿波殿。そこが軍学者のおもととと、剣の武蔵殿との差じゃな。 はて、その里はいわば、地を基礎とする表裏の学問と、真を真髄とする憲法の道との間の相違でござりましょう。理から言えば、こう誘う者は、こう来なくてはならぬはずという軍学。それを肉眼にも肌にも触れぬうちに察知して未然に基地から身を避ける剣の神器。神器とは、前期。 では、タクアン殿でも、そうしたことがお分かりになるかのうそう、どうだか。何にしても、恐れ入りました。分けて、世の常のものならば、何か殺気を感じたにしても、どう失うか、または、覚えのある腕のほど、そこで未章という気になろうに。後へ戻って、庭口からポクリを吐いて、これへお見えになった時は、実はこの泡も、胸がドキッといたしました。 武蔵自身は当然なことと、彼の感服にあまり興もない顔つきだった。むしろ自分が主のもくろみの裏を書いたために、いつまでもこの座敷に入りにくくて、壁の外に佇んでいるものが気の毒になったので。どうぞ、田島の神様に、お席へお付きくださるよう、これ、お迎えを願いまする。と言った。ええ、これには、 泡の神ばかりか、あんもうちょっと驚いて。どうして田島殿と、おとに分かっておるのか、と、尋ねた。武蔵は、田島の神に、神座を譲るべく、席を下がりながら。苦労はござりましたが、あの壁の限り、ヒそと住んでいた剣気。また、ここのおをぶれといい、田島様を置いて、余人であろうとは思われません。と、答えた。 ご、うん、ご名刹。と、泡の髪が簡単して、頷いて見せると、たくあんも。その通り。田島の神殿に相違おざらぬ。はいや、物陰の人、もう知れておる。これ、ござってはどうか室外へ向かって言うと、そこで笑い声が響いた。やがて入ってきた野牛宗則りと武蔵とは、言うまでもなく、初対面であった。その前に、 武蔵はすでに、末席に身を引いていた。田島の髪のためには、床の間の席が空けてあったが、彼はそこへ座らずに、武蔵の前へ来て、対等の挨拶をした。身が、またへも胸のりでござる。お見知りおきください。武蔵もまた、初めて行為を得ます。作衆の浪人、宮本武蔵と申す者、なり分、この後は、ご指導を。先頃、 家臣、木村助九郎から、おことずても受けたまわったが、おり悪く、国元の父が、大観での。石州祭様には、その後のご用体、いかがにございまするか年が年でござれば、いつとも。と、語尾を消して。いや、あなたのことは、その父の手紙にも、また、拓安殿からも、よく聞いておりました。分けて、ただいまのご用意には感じいる。 武佐法には似たれども、かねがね、この見えご所望の試合も、これで果たしたと申すもの、お気に触られな。温厚な風が、武蔵の貧しい姿を柔らかに包むのであった。噂にたがわず、田島の神は聡明な達人であると、武蔵もすぐ感じた。お言葉、痛み入りまする。武蔵は自然、彼の挨拶以上に身を低くして、 そう言わざるを得ない。田島の神は、たとえ一万石でも、諸侯の列にある人である。その価格から言っても、遠く天行年代から、野牛の将の豪族として知られ、しかも将軍家の死ではあり、一階の野人に過ぎない武蔵とは、比較にならない検問の出である。同席して、こう語り合うことすらが、すでに当時の人の観念では、破格であった。 だが、ここには旗本学者の淡の会もいるし、また野草のたくあんも、極めてそういう隔てには、こだわらずにいるので、武蔵も救われた心地で座っていた。やがて、逆を持つ、調子を組み交わす、断章が湧く。そこには、階級の差もない、年の隔てもない。武蔵は思うに、これは自分への待遇ではなく、道の徳であり、 道の交わりなるがために許されているのである。そうだ。あんは何を思い出したか、逆きを下に置きながら武蔵へ。お通はどうしておるの近頃。と、不意に尋ね出した。その唐突な問いに武蔵はちょっと顔をあからめ。どうしておりますやら、その後はトントン。トントン知らんのかはい。それは不憫。 あれも、いつまで知らぬままにはしておけまい。そこもととしても。胸のりがふと、お通とは、野だりの父のもとにもいたことのある、あの、女子のことか。という。そうじゃ。あんが代わって答えると、それならば今、おいの兵庫とともに栗本へ行って、石州祭の見取りをしてくれているはず。と、胸のりが話し、武蔵殿とは、そんな以前からのお知り合いか。 目を見張る。あんは笑った。お知り合いどころではおざらぬよ。はははは。六。兵学家はいるが、兵学の話はしない。前奏はいるが、禅のゼノ字も言わない。剣の田島の神、剣の武蔵もいながらさっきから、剣道のことなどは、お首にも話題には上らないのである。武蔵殿には、 ちと、おもはよかろうが。と、あんが、軽くむれながら断って、ひとしきり今、話の種にしていたのは、おつうのことで、彼女のおいたちやら、武蔵との間柄を打ち明けて。この二人は、いずれどうにかせねばならぬが、野うの役には向かぬ。ひとつ、ごしょのお力添えを借りるのじゃな。と、それを基礎に、んに武蔵の身の落ち着きを。 田島の神と泡の神へ測るようなたくあんの口裏であった。他の雑談のうちにも。もう、武蔵殿も五年配、一家を構えられてもよかろう。と、田島の神もいい。泡の神も共に。ご修行も、これまで詰めばもう十分。と、口を合わせて、それとなく武蔵に、長く江戸へとどまることを最善から進めているのであった。 田島の神の考えでは、今すぐではなくても、お通を野牛谷から呼び戻し、武蔵に目合わせて、江戸に一家を持たせたら、野牛、小野の二家に加えて、三派の喧騒が定立し、目覚ましいこの道の流星期を、この新都府に起こすであろうと思うのであった。拓安の気持ちも、阿波の神の行為も、ほぼ、そうした考えに近かった。ことに、阿波の神としては、 子息の心臓が受けた恩義に報いるためにも、ぜひ、武蔵殿、将軍家ご子安の列に行推挙したい、という考えを抱いていて、それは心臓を使いにやって、武蔵をここへ呼び迎える前に、話し合っていたことなのである。一応、彼の人間を見て、というので、話は決まっていなかったが、武蔵を試した田島の神には、もう、それもわかっているはずだし、素性、性格、 修行の履歴などは、卓案が保証するところであるから、これにも誰も意義はない。ただ、将軍家の師範に推挙する場合は、当然、旗本に列しなければならない。これには、三河以来の不代者がたくさんいて、徳川家が今日を成してから新規に抱える者に対しては、と書く白眼視する傾きもあり、近頃、うるさい問題も起こっているので、なんといえば、 ただ、そこに難関はある。だが、これも卓安が口添えしたり、両人の推挙があれば、通らないこともなかろう。もう一つの困難と想像されるのは、家柄のことである。武蔵はもちろん、刑図書などは持っておるまい。遠祖は赤松一族で、平田証言の末裔とはあっても、確証はなし、徳川家との縁故もない。あるのはむしろ反対に。 無名の一戦士としてではあったが、関ヶ原の折、槍一筋でも持って、徳川の敵に立ったという不利な経歴ぐらいなものである。だが、関ヶ原以降、たとえ敵方であった浪人でも、随分召し抱えられている例はある。また、科学のことも、小野二郎右衛門のごときは、伊勢松坂に隠れていた北畑の一浪人であったのが抜擢されて、 今では将軍家師範となっている前例もあるので、これとて暗じるほどの障害にはならないかもしれない。とにかく推挙してみようが、ところが肝心な底元の腹はどうおざるなあんが、こう話の結びへ持ってきて、武蔵に正すと。見りすぎたお心添えにござります。なれどまだ、好み一つのらしすらあかぬ未熟者。言いかけると。 いやいや、それゆえ、もう拉致をつけてもよかろうと進めるのじゃ。一家を構える気はないのかお通も、あのままにしておくつもりか。あんは、率直に問い詰めた。七。お通をどうするか。それを問われると、武蔵は、責められる心地がする。不運となるとも、私は私の心で。とは。 彼女が宅湾へも行ったことだし、武蔵にも常に言っている言葉であったが、とは許さない。人は男の責任とする。女が女自身の心で動いてきても、その結果の良い,い悪いは男のせいにあると見る。自分のせいではない、などとは武蔵も決して思いはしなかった。いや、思いたくない心の方が強い。やはり彼女は恋に惹かれてきたと思う。 そして恋の罪は二人が追うべきものと知っていた。けれどさて、彼女の身をどうするかとなると武蔵には胸の内だけでも的確な答えが出てこない。その根本にはまだ一家など構えるのは自分としては早すぎるという考えが潜んでいるからであった。入れば入る道へのひたむきな欲求がそのために少しも 紛れようともしないからであった。もっと、内輪って言えば、武蔵の胸には、法天ヶ原の開梱からこっち、剣に対するそれまでの考えが一変して、全く従来の剣術者とは観点の違った方へ、彼の探求は向かってきている。将軍家の手を取って、剣を教えるよりは、土民百姓の手を取って、遅刻の道を切り開いてみたい。 征服の剣、殺人の剣は、かつての人々が奮るって、その、行くところまで行き着いている。武蔵は、開墾地の土に親しんでから、その上へ行く剣を、道を、どんなに突き詰めて、考えてみたことか。収める、守る、磨く。この生命と共に、人間が今はの際まで、抱きしめていられるような剣の道が立つとしたら、その道をもって、 用を収めることはできないか民を休んで締めることは不可能かそれからは、彼はあえて、単なる剣技を好まなくなった。いつか、いよりに手紙を持たせて、田島まの,の門を伺わせたのも、かつて、野牛の体操を倒すべしとなして、石州祭に挑んだような浅い破きでは、決してなかった。で、武蔵の今の希望としては、 将軍家の師範となるよりは、小判でも良い。正規に参与してみたい。剣の持ち方を解くよりも、正しい政治を強いてみたい。笑うだろう。おそらく、今までの剣術者が彼の抱負を聞いたら、大それた。というか、若い奴だ。と、一生するか、さもなければ、政治に触れたら人間は堕落する。ことに、 純潔を尊ととぶ剣は曇ってしまう。と、彼を知る者なら、彼のために惜しむであろう。ここにいる三名の人々も、自分の身体を言えば皆、前のうちのどれか一つの弦をなすに違いないと、武蔵にもそれはわかっている。で、武蔵は、ただ未熟を理由として何度も断ったが、まあよい。拓腕は簡単に言うし、淡の神もまた、 とにかく、とにかく、悪いようにはいたさぬ。我々に、任しておかれい。と、飲み込んでしまう。受けてくる。酒は尽きないが、食は時々、明かりの傘をかぶった。その度に、宝条心蔵は、明かりを切りに来て、ここの話を耳に挟み、誠に、良いお話で。皆様のご推挙が通り、それが実現すれば、流栄武道のためにも、武蔵殿のためにも、 もう一席、宴を張って、お酒好きをあげてもよろしゅうございますな。と、父へも言い、客たちへも言った。園児の門。一、今朝、起きてみると、姿が見えないのである。明美、私は台所から首を出して呼んでみた。い,いねえぞ。小首をかしげる。 前から予感がないでもなかったので、押し入れを開けてみると、ここへ来てから作った彼女の新しい衣装もない。マタハチは顔色を変え、すぐ土間の草履を履いて外へ出た。リンカの井戸掘り親方の運命のうちも覗いてみたが見えなかった。マタハチはいよいよ慌て気味に、うちの明け身を知りませんかね長屋から往来の角まで聞き歩いて出て行った。 見たよ、ふけさ。というものがある。あ、住みのの女将なんですかどこで見かけましたかいつもと違って、綺麗にお見かししているので、どこへと言ったら、品川の親類までと言っていたが。え、品川へあっちに、身よりがあるのかいこの界隈では、彼を亭主と思い、彼も亭主がをしているので。へい、じゃあ、品川へ行ったのかもしれません。追いかけて、というほど。 強い執着ではない。なんとなく、ほろ苦いのだ。下打ちをしたいような、いまいましさが、やたらにつきまとう。こってんしおれ。すばをして、またはちはつぶやいた。そのくせ、ぶらんと放心した顔つきで、浜の方へ歩いていった。浜は、芝浦街道を横切ると、ついそこだった。漁師の家がまばらにある。朝、明美が飯を炊いている間に、浜へ来て、 網からこぼれる五六匹をよしに通し引っ下げて帰ると、ちょうどお膳ができていたものである。その魚が砂の上に今朝もこぼれていた。まだ生きているのもある。だが、またはちはろうきも出なかった。どうなすったえ、またさん。背を打たれて、親誰かと振り向いてみると、五十四五の太りじしな町人が豊かな服装に、 目じわをたたえて笑っていた。あ、おてのシッチャーの旦那でしたか。朝はいいね、すがすがしくて。ええ。毎日、朝飯前には、こうして海辺をお拾いかね。ょうには一番いいからな。どういたしまして、旦那のようなごみぶ分なら、歩くのもょうかもしれませんが。顔色がよくないな。ええ、どうかしたのかいまたはちは、一握りの砂を拾って、 風の中へ巻いていた。急場の三段をしに行くたびに、マタアチモアケミをいつもこの七夜の旦那とは、店で顔をつき合わせていた。そうだ。いつか、檻があったらと思い思い、いい潮もなく過ぎていたが、マタさん、お前今日は、飽きないに行くのかい何ですか行ったって行かなくたって、スイカやナシを売っていたんじゃ、どうせ拉致は飽きやしません。 キスを釣りに行かないか旦那。と、マタハチは悪いことでもわびるように頭をかいて。あしあ、釣りは嫌いですが。何さ、嫌いなら釣らなくてもいい。そこにあるのはうちの持ち船だが、ただ沖まで出てみるだけでも気が晴れるぜ。竿ぐらいはつけるだろう。へい。まあ、おいでよ。お前に五千両も儲けさせてやろうという相談だ。いやかい に芝浦の浜から五丁も起けへ出たが、そこらもまだ竿の立つほど浅かった。なお、お尻、金を儲けさせてやるっていうのは、一体どんなお話ですかばあ,あ、ゆるりと。と、七夜の旦那という男は、大きな体をずしりと、小舟の胴の間に座らせて。バトさん、そこらの釣り竿を、胸べりから出しておくといいな。どう出しておくんで 釣りをしていると見えるようにさ。海の上だってあの通り一目があらあな。用もない船で。二人が首を突き合わせていたら疑われるだろうじゃないか。こうですかんんそれでいい。と、吸物作りのキセルに上等なタバコを詰めて食い出しながら。わしの腹を晴らす前に、またしさんに聞くが、お前の住んでいる名前の衆などは、 この、奈良いをどう噂しているねお宅のことですかそう。しやといえば、人事と決まっているが、奈良いさんはよく貸してくれる。旦那の大蔵様は苦労人でいらっしゃると。いや、そんなかぎ家業のことでなく、この奈良いの大蔵を。良よいよ人だ、おにひ深い旦那だと、全くお世辞ではなく皆申しておりますが。わしが、 新人家だということは誰も言わないかそう、うそれだから貧乏人をかばってくださるのだろうと、そのことはご既得なことだと言わない人はございません。奉行所の待ち方などが何かわしについて聞き歩いたようなこともないかねそんなことは、どういたしまして、あるわけはない。はははは。つまらないことを聞くと思うだろうな。だが、実を言えば、この大蔵は、 七行じゃない。へまた八。へえ。金も、小戦良とまとまった大金となると、お前の生涯にも、二度と、そんな運にぶつかるかどうか知れないぜ。多分、そりゃ、そうでございましょうね。つかまないか、一つ。何をでその大金の鶴をだ。の、どうするんです俺に約束すればよい。へ、へい。 するかします。途中で言葉を蓄えると首がないぞ。金は欲しかろうが、よく考えて返事をしたがよい。何を、一体、やるんですか井戸掘りだ。仕事は、造作もないこった。じゃあ、江戸城の中の大像は、海を見回した。材木や、伊豆石や、白武神の溶剤を積んだ船が、誇張して言えば、 塾路を貫いてと言えるほど、江戸湾に、それぞれの半旗を並べていた。東道、有馬、加藤立、中には、細川家の仙旗も見える。勘がいいなぁ、またはじ大蔵は、タバコを詰め直して。その通り、ちょうどおめえの隣には、井戸掘り親方の運兵が住んでいるし、その運兵から、いつも井戸掘り人足になれと勧められてもいるだろう。 渡りに船というものじゃねえかそれだけでですか井戸掘りに行きさえすれば、大金の授かることがあるんでしょうかまあ、慌てるな。相談というのは、それからだよ。三。番に避難でかい。前金として黄金三十枚。耳を揃えて渡してやろう。そう、訳して別れた。 また八の頭には、大蔵の言ったその言葉しか残っていない。その代償として、やるかと、大蔵から持ち出された条件に対しては、その内容を漠然と飲み込んで、やると言ったことだけしか、後に覚えていないのである。しかし、そう答えた時、怪しく震えた唇には、まだ、かすかなしびれが残っている気はしているが、 何としても、マタハチにとっては、金が魅力であった。しかも、途方もない額である。年来の不運は、その金だけで埋め合わせがつく。そして、生涯の生活を保証される。いや、彼の心には、そうした欲望そのものよりも、今日まで、自分を小馬鹿にした世間の、ありとあらゆる奴らに、どうだと、見返した顔をしてやりたい。 とする。その都の方が強かったに違いない。船から丘へ戻って長屋の家に帰って、ごろんと仰向けに寝転んだ後も、頭の中を占めているのは金のマムであった。そうだ、運兵さんに頼んでおかなくちゃ。思いついて隣を覗いたが、運兵親方は出かけていない。じゃあ、本にまた、と家へ帰ってきたが、 熱病に疲れたように落ち着かなかった。それからやっと彼は海の上で七夜の大蔵に命じられたことを思い出してブルブルと人もいない裏や部や表の路地を見回した。ただい、なんだろうあの人は。今になってそれを考えてみるのだった。それと共に船の上で大蔵から命じられたことを思い出してみた。色掘り人足は江戸城の中の 西の丸、御神城と呼ぶ作地場へ入る。と、そんなことまで大蔵は知っていて。記を伺って、新将軍の秀忠を鉄砲で仕留めろ。というのであった。また、それに使う単獣は、こちらの手で城内へ行け込んでおく。その場所は、もみじ山下の西の丸裏ご門のうちにある、樹齢数百年という、 大きな援助の木の下とし、そこに鉄砲も火縄も合わせて隠しておくから掘り起こして密かに狙え、とも言った。もちろん、作事場の監視は厳密に違いない。武行、目付などの警戒も元よりであろうが、秀忠将軍は若くて活達だ。よく時速を従えて不審場へも現れるという。そんな折、 飛び道具なら瞬間で目的を果たすことができよう。とっさの騒ぎに乗じてすぐ火を放ち、西の丸の外堀へ飛び込めば、そこには我々の仲間が救いの手を伸ばしているから、きっと助け出してやる。かんと天井を見ながらマタハチは、大蔵から囁かれた声を頭の中で繰り返していた。肌がそそけだってくる。慌てて羽を着て、 そうだ。とんでもないことだ。今のうち、に断ってこよう。と、気がついたが、また、あの時大蔵から、こう話したからには、もしお前さんが嫌だと言えば、気のドクターが、俺の仲間が三日のうちに、きっと寝首をもらいに行くぜ。と、言われたのが、その時のすごい目つきとともに、そこらに見えてくる気がした。 四。西久保の辻を高輪街道の方へ曲がって、もう夜中の海が横丁の突き当たりに見えている四つ角。いつも見る七夜倉の壁を横に青いで、又八は路地の裏木戸をそっと叩いた。置いているよ。中ですぐ誰かが言う。お、どんなで又八さんか。よく来てくんなすった。蔵へ行こう。 雨戸を入って、廊下図体にすぐ土蔵の中へ導かれた。そう、座るがいい。主の大蔵は、ろうそく盾を長持ちの上に置いて肘をかけた。隣の運命親方のところへ行ってみたかねへい。で、どうしたい承知してくれました。いつ、お城へ入れてくれるというのかあさって、新経の連族は 上人ばかりまた入るそうで、その時に連れて行ってやろうと言ってくれました。じゃあ、その方は決まったんだな。町な主しと町内の五人組の衆が受け判を押してくれさえすればいいことになっております。そうか。<laughs> 俺もこの春から町な主しの勧めで立ってと言われて、その五人組の一人になっているんだ。その方は心配なし通るぜ。え 旦那も何を驚いた顔しているんだ別に驚いたわけじゃございませんが。はははは。そうか。俺みたいな物騒な人間が町な主の下役をする。五人組集に入っているので呆れたというわけか金さえあれば、世間は俺みたいな人間でも、やれ、既得人、慈悲深いのと、こっちで嫌だと言っても、そんな役好きまで、 持ち込んでくるんだよ。またさん、おめえも、金を掴むこったぜ。え、へい。またちは、何かしら、急に道るいをしながら、早口をもらせていった。あ、やります。と、だから、手付けの金を、送んなさい。お待ち。手釈と一緒に立って、大蔵は、蔵の奥へ首を入れ、棚の手んこから、三十枚の小金を、 わしづかみに持ってきた。入れ物を持っているかござ、うん、いません。これにでも巻いて、道巻けしっかり抱いていくがいい。そこらにあった、さらさのボロを投げてやる。と、またはちは数えもせず巻き込んで、何か、受け取りでも書いてまいりましょうか。受け取り思わず笑って、かわいらしい正直者だのう、おめえは。受け取りはいい。 間違ったら、そこに持っている首を肩にもらいに行くばかりだ。じゃあ、おったな。これでおいとも。待て待て。手付けだけ受け取ったからいいやで忘れるなよ。昨日、海の上で言いつけたことを。覚えております。五条内の西の丸、裏ご門のうち、そこにある大きな円児の木の下だぞ。鉄砲のことで。そうだ。近いうちに、池にやるからな。え 誰が行きに行くんでまたはチは、ゲスない顔して、目を見張った。五。口入れ親方の運命の手から、町なのしや五人組の受け半きで、身一つで五条内に入るのさえ、並大抵な厳しさではないのに。どうして外部から、鉄砲や、玉薬などを持ち込むことができるのか そして、約束通り半月後に、西の丸裏御門のうちの園児の下へ、あつらえたように、生けておくなどということは、神業でもなければ、成し得るはずのものではない。またはちが、そう疑って、まじまじと大蔵の表を見つめていると、まあ、その方のことは、おめえが気をもまなくてもいいから、おめえは、自分の役割だけを、しっかりやってくれ、と、大蔵は、深く言わず、 まだ引き受けた者の,のおめえもおどおどしているだろうが五条内へ入ってから半月も働いている間には自然腹も座ってくる。自分もそれを頼りに思っていますが、その腹がぐっとできてからうまく檻をつかむのだな。へい。それと、ぬかりばあるめえが今渡した金だ。しとけてしまう後まではどこか、 人目にかからぬところへ隠しておいて、手をつけちゃならねえぞ。とかく、未然に、ことの破れるのは、いつも金からだからの。それも考えておりますから、ご心配には及びません。ですが旦那、守備よくしとけた後で、後金はやれねえなんて、苦情は手やしますまいね。ふんふん。またさん、こちはばったいようだが、この習い屋の蔵にりは、観覧座。 染料箱であの通り重ねてある。目の楽しみに眺めていくがいい。手職を上げて、大蔵は、埃りだらけなく蔵の隅を一巡した。全箱だの、鎧びつだの、何の箱か知れないものが雑然と見えた。またはちは、よく見もしないで。お互いしたわけじゃございませんが、と、言い訳して、なお、半時ばかり、そこに密談していたが、 やがて、やや元気になって、元の裏口からそっと帰って行った。彼が出て行くとすぐ。おい、明美。大蔵は、明かりのついている障子のうちへ顔を入れて。あの足ですぐ、金を受けに行ったろうよ。試しに、つけて行ってみな。淀の口から、誰か出て行く足音がした。見ると今朝、また蜂の家から姿を消したばかりの。 明美ではないか。賢者の者に出会って、品川の親類へ行く、などと言ったのは、もちろん彼女のデタらめであった。七草を抱えて何度かここへ通ううちに、ある主の大蔵の目はいつの間にか、アケミを虜にして、明美の今の境遇や心持ちまで聞いてしまった。もっとも、彼と彼女とは近頃初めて会ったわけではない。彼女は、 中仙道江戸下りの女郎衆とともに八王子の宿まで来たとき、そこで泊まり合わせた旗子で、彼女は上太郎の連れだという大蔵を見かけていたし、大蔵は二階から陽気な一座の中に明美の姿を見て、薄ら覚えに記憶はしていたのである。女手がなくて困っているところだが、と大蔵が謎をかけると明美は、 一も二もなく、ここへ逃げてきてしまった。大蔵にとれば、その日から、明美も役に立ち、又八も役に立つのであった。又八の始末はすると前から言っていたが、思い合わすと、それが今日のことらしかった。何も知らない又八の影は、明美の先を歩いていった。一度我が家へ戻ってクワを持ち出し、夜のすがら、裏やぶのあたりを歩いていたが、やがて、 西窪の山へ登って、その金を生けていた。明美が、それを見届けてきて大蔵に告げると、大蔵はすぐ出て行った。そして、彼が帰ってきたのは明け方だったが、掘り出してきた金を土蔵の中で調べてみると、三十枚渡した黄金が、どう数えても二枚不足しているので、損失でもしたように、しきりと小首をかしげていた。 最勝値坂。一。威信の闇、紐の迷い、風流を返すおばばではないが、秋の虫、はぎすすき、前にはゆるいオーカーの流れ。こうした中に身を置いては、彼女も、物ののあわれに誘われぬ人間ではあり得ない。いるのか大丈夫アンガバロの部屋のもんだよ。葛飾から、野菜物がたくさん届いたから。 ババ殿のところへも分けてやれと、親方がおっしゃるんで、ひとしょい持ってきた。いつもお心深いことの、ヤジベ殿によろしを言ってくだされよ。どこへおこうか水口の長しもとへ置いといてくだされ。後でしまうほどに。小机のそばに明かりを掲げて、彼女は今宵も筆を取っている。先武社教の悲願を立てた、例の部門従業の、 行を積んでいるのであった。この浜町の原の一軒家を借り受けて、昼間は病人に急転をして困らぬながら口すぎのなりわいもし、夜は静かに社境などして、一人暮らしの気安さに慣れてからは、寿命も久しく起こらないし、この秋は体もめっきり若返った風である。おお、わあ殿。なんじゃ夕方若い男が訪ねてこなかったかい 享天のお客かにゃあ、そうでもねえ様子だったぜ。なんだか弱りげに、大工町の部屋へ来て、おばばの引っ越し先を教えてくれと言ってきたが。いくつぐらいな男かの捜査、二十七、八かなおもざしは、どっちかといえば丸っこい。そう、背は高くなかったな。ふむ。来なかったかいそんな人は。こぬがのう ババ殿の言葉と鉛もよく似ていたから、国物じゃねえかと思ったが。じゃ、おやすみ。使いの男は帰って行った。その足音が去るとまた、病んでいた虫の根が雨のようにこの家を包んだ。ババは筆を置いて、明かりの傘を見つめていた。ふと、彼女が思い出したのは、ともしびの占いであった。開けてもくれても、 戦ばかり多かった彼女の娘自分には、戦に出ている夫とか、子とか、兄弟とかの頼りを知るすべもないし、また、自分たちの明日も知れぬ運命におののいて、よくその頃の人々は、東火線というものをくじにしていた。酔いごとに、灯す明かりを見て、明かりの傘が華やかに刺しているから吉字があるとか、明かりの色に紫色の影があるから、 誰か死んだ知らせに違いないとか、明かりが松葉のようにはぜたから、待ち人が来るとか、そうして、憂いたり、喜んだりした。遠い娘時代の流行り事であるから、彼女ももう、その占い方さえ忘れていた。けれど、今宵の明かりは、なんとなく、彼女に良いことがあるように、添よめきだっている気がする。そう思うせいか、おっと。 虹色の傘までさして美しい。おっしや、また蜂じゃないか。そう思うともう筆も持っていられない。彼女は甲骨と愚くなるこの面影を描いて、半時や一時は身も世も忘れてそれのみを考えていた。ごそっと裏口で何やら物音がして、ばばのうつつを覚ました。また、いたずらないたちでも入って台所を荒らしているのであろうと。 ババは明かりを持って立っていった。さっき、男が置いていった野菜ものの上に、何か手紙のようなものが見える。何気なく開いてみると、二枚の小金が包んであって、その包み紙に。まだ、か顔もそろわず、もう半年ばかりの不幸。ひらに、お許しをと、そっと窓よりお別れを告げて、立ち去りもうしそう。またち。 書いてあった。二。草を蹴ってかけてきた、一人の殺伐な風を帯びた侍が。浜田、違ったのかと、寄ってくるなり、あいり行った。大川端に立って、河を見回していた方の侍は二人で、浜田と呼ばれたのは、まだ、部屋ズみらしい若者で。ん違った。と、うめきながら。 なお、何者かを探すように、ギラギラと目を配っていた。確かに、あいつと見えたが。いや、仙道だった。仙道か。追いかけてきたところ、あの船へ入ってしもうた。でも、何ともしれぬぞ。いや、調べてみた。全く別人なのだ。はてな。と、今度は三人して、川べりから浜町の腹を掘り向いて、夕方、大工町でちらと見かけて、 確かに、この辺までは追い込んだものを、に足の速いやつ。どこへ寄せたか。顔並みの音が耳につく。三名はなお、たたずんだまま、おのおの闇の中へ樹木を放っていた。すると、またはちまたはち少し間を置いて再び、腹のどこかを同じ声が流れていった。またよ、またはちはじめは、 指のせいと疑っていたのであろう。三名とも黙っていたが、急に目を見あわせて、よ、またあちと呼んでおるぞ。と、ょりの声だが、またあちといえば、あいつのことではないか。そうだ。浜田というへやずみの若者が、真っ先に駆け出し、あとの二人も続いて駆けた。声を目当てに、追いついたのは造作もなかった。先はうばの足である。それに、彼らの足音を聞くと、 帰っておぎばばは自分の方から駆け寄って、その中にまたはちはやらぬかと呼びかけた。三名はばばの両手、襟みを三方から掴んで、そのまたはちを我々も追い回しておるのだが、一体そちは何者だ返事の前に、何しやると、ばばは怒った魚のようにげを立てて、彼らの手を振りもぎ、本しらこそ何者じゃ 我々か。我々は、おの家の門人。ここにおるのは、浜田虎之助だ。おのとはなんじゃ将軍秀忠公のご自販。おのは一刀流の、おの次郎右衛門様を知らんのか知らぬこいつ。待て待て、それよりは、この馬場と、又八の縁故を下げに聞け。わしは、又八の母じゃ。それが、どうぞしたかでは、おなれば、スイカ織の又八の母か。 何をほざく他国者とあなどって、スイカ売りとは、ようもやったの今坂の国、吉野豪、竹山城の主、新面胸貫に仕えて、豪地百貫、劣気とした、本意でっけの子、わしはその母じゃぞ。耳をかさず、一人が、お、はい、面倒だ。ど,どうする引っかつげ、人質か。お袋とあれば、取りに来ずにはいられまい。それを聞くと、 ばは、骨張った体を反らして、車庫のように暴れた。三。面白くないことおびただしい、佐々木小次郎は、不平に腹が膨れていた。寝癖がついて、近頃は寝てばかりいる。月の岬の例の家だった。寝ると言っても、寝るべき時刻に、寝るようにして寝ているのではなかった。 物干し竿も泣くだろう。それを抱いて仰向けに畳へ直に転がりながらうつぼつたる独り言なのである。この名刀、この腕の持ち主が五百石に足らぬ淵を取りかねえ、いつまでもかかりうどで朽ちているとは。そう言って、かつぜんと抱いていた物干し竿の塚を鳴らし、飯めと、寝なりに宙をなぎ払った。そして、 大きな半円を描いた光は継ぐ。鞘の内へ生き物のように潜み込んでいた。鮮やかでございますな。と、縁先から岩巻の中間が。意いのお稽古でございますか馬鹿を言え。小次郎は腹ばいに寝返って、畳の上に落ちている虫の体を爪の先でポンと縁先へ弾き飛ばした。こいつが明かりへ飛びついてきてうるさいから手打ちにしたのだ。 無視を。祝言は、それへ顔を近づけて、目を丸くした。ガリにた虫である。柔らかい羽も、腹も、綺麗に切れて、半分になっていた。とこを敷きに来たのかい、ええ、つい申し遅れました。さようではございません。なんだ。大工長の使いの者が、手紙を置いて帰っていきました。手紙どれ半河原、矢じべからであった。 この頃、そこにもあまり関心がない。少し、うるさくなったのである。寝そべったまま、彼はそれを開いた。ちょっと、彼の顔色が動いてきた。夕べから、おすぎばばの行方が知れなくなったとはある。そのため今日は一日中、部屋のもの、総出で探し、やっと、所在は知れたが、自分らの手に及ばないところへ運ばれているので、ご相談申し上げる次第ともある。 それが分かったのは、例の、ドンジキ屋の掛正寺に、小次郎が、いつうや書いておいた文句を、誰かなすり消して、こう、新しい墨で、書かれてあったからだという。佐々木殿へ申す。また八の母、預かり置く者。おのけうち、浜田虎之助なり。やじべえの手紙には、そんなことまで、こまごま書いてあった。小次郎は、読み終わると。来たなあ 瞳を天井へ上げながら口の内で言った。今日までそのおのけの内から里のないのが物足らないところであった。二名のそれらしい侍をドンジキ屋のそばの空き地へ切り捨ててきたとき、公明盛大にあそこの掛障子へ自分の生命を後日のため書いてきたものを、と心待ちに思っていたところである。来たな、と呟いたのは、 その反響が、やっと出てきた服添えみから、思わず漏れた声なのだ。彼は、遠先へ立って、夜空を見回した。雲はあるが、降りそうもない。それから間もなく、高輪街道から、ダチンに乗っていく、小次郎の姿が見かけられる。ダチンは遅く、大工町の半河原の家に着いた。彼はやじ兵えから、 異災を聞き取り、明くる日の腹を決めて、その夜は、そのまま部屋へ泊まったらしかった。4。以前は、御子神天然と言っていたが、関ヶ原の戦後、秀忠将軍の人旅で、憲法講話をしたのが危険で、幕子に加えられ、江戸の神田山に宅地をもらって、 やぎ家と並んで師範に列し、生も、小野二郎右衛門忠明と変えたのである。それが、神田山の小野家だった。神田山からは、富士がよく見えるし、近年、駿河州が移住してきて、邸宅の地割りがこの辺りに当てられたので、この山一帯を、近頃は、駿河台とも呼び始めている。はて、採口坂と聞いてきたが、小次郎は、そこを登り切って佇んだ。 今日は富士が見えない。崖縁から深い谷を覗く。木々の隙間を早々と行く谷川が望まれる。お茶の水の流れだった。先生、ちょっと探してきますから、ここにお待ちなすって。と、道案内についてきた半河原の若い者は一人でどこかへかけていった。しばらくすると戻ってきて、わかりました。と告げる。どこだ やっぱり、今、登ってきた坂の途中ですぜ。そんな屋敷があったかな将軍家のご次男と聞いていたんで、あししあ野牛様のような屋敷かとばかり思っていたら、さっき右側に見えた汚い小屋敷の土塀がそうなんでさ、あそこは以前、なんとかいう馬奉行がいた屋敷だと思ってたが。そうだろう。野牛は万一千五百国小野家はただの三百国だからの。そんなに違うんで腕は違わないが。 家柄が違う。野牛などはその点では、先祖が並ぶ、録を取っているようなものだ。こうでそう、と、足を止めて、指さすのを眺め。なるほど、ここか、と、小次郎も立ち止まって、まず、その家構えをしばらく眺めていた。馬剥行時代の古い土兵が、坂の途中から、裏山の矢へかけて巡らしてある。地内はかなり広いらしく、戸のない門から奥を覗くと、 おもやの裏に道場らしい、木の色の新しい建しの胸も見える。帰っていい。一案内の男へ行って。晩までに、おすぎばの身を受け取って帰らなかったら、小次郎も、俺に会ったと思え、と、や兵衛へ伝えておけ。えい。男は振り返りながら、最下地坂の下へ、駆け下りて行った。やゆうへは、近づいて行っても無駄である。彼を任して、彼の名声を。 自分の名声へ転じようと測っても、野牛は乙女流である、将軍家流である、という口実があるから、老人剣士のそんな手に乗るようなことはしない。それに反して、小野家の方は、無力者でも、強豪の聞こえ高い者でも、随分相手にとって、試合にも応じると聞いている。どう転んでも三百国だ。野牛の大名憲法と違って、殺伐なる実践的鍛錬を、 ここでは目標としているからでもある。しかし、小野家へ行って、小野派一刀流を重練してきたというものがあったという試しも聞かない。世上では野犬家を尊敬している。けれど、強いのは小野だと誰も言う。小次郎は江戸へ出てきて、それらの事情を知った時から、この最勝坂の門を、いつかは、と、密かに目をつけていたのである。 その門は今、彼の目の前にあった。ただき発狂始末。一。浜田虎之助は、三河出身の、いわゆる五夫大衆で、小6でも今の江戸では、それだけで随分大きな顔をしていられる幕子の一人だった。今、何気なく、土場脇の下度部屋と呼んでいる部屋の窓から、 外を眺めていた道門の沼田果十郎というのが、あっと、その虎之助の姿を目で探し求め、来たぞ来たぞ小声で、ひどく早口に告げながら、道場の真ん中にいた彼のそばへ飛んできて、浜田、参ったらしいぞ参ったらしいぞと、もう一度告げた。浜田は答えない。ちょうど、物件を構えて、一人の後輩へ稽古をつけていた檻であるから、 それを背中で聞いたまま。いいかと正面へ向かって、こう攻撃の予告を与え、木剣をまっすぐに伸ばして、だ、だ、だ、と床を鳴らして押していった。そして道場の北の隅まで、その勢いのまま行ったと思うと、ドタッと後輩はもんどり打って木剣を跳ね飛ばされていた。虎之助は初めて振り向いて、 沼田、来たとは、佐々木小次郎がか。そうだ、今、恩を入ってきた。すぐ見えるぞ、ここへ。思いの深、早くやってきたな。やはり、人質が聞いたと見える。だが、どうする何が誰が出て、どう挨拶してやるかだ。十分、備えておらぬと。一人でここへやってくるほど豪胆な奴。不意に、何をやり出すかもしれぬ。道場の真ん中へ通して、座らせるがいい。 挨拶は俺がする。おのおの、周りにいて黙って控えておれ。うん、これだけいれば。と、果十郎は、居合わす人々を見回した。仮面ひょうすけ、ねごろはちくろ、伊藤まごべ、などの顔は、彼を気よくさせるものだった。その他、すべてで二十人足らずの同輩が、ここにはいる。その同輩たちは皆、先頃からの行きさつもよく知っていた。 どんじき屋の空き地で切り捨てにされた二人の侍のうちの一名は、ここにいる、浜田虎之助の兄にあたるものだった。虎之助の兄というのは、ろくでもない人間らしく、ここの道場でも評判の良くない男だったが、それにしても、佐々木小次郎に対する怒りは、おの葉のものとして、捨ておけない、程度に高まっていた。ことに、浜田虎之助は、小野次郎衛門が手塩にかけた文下中でも、 前期の亀井、根頃、伊藤などとともに、最勝坂の行商と言われている一人でもあるし、小次郎がどんじき屋の障事に不尊な文句を書いて、公衆へ晒してあるというのに、なおも虎之助があれを放っておくようでは、尾のは一刀流の名誉にも関わるがと、事件のなり行きに注意を払うとともに、陰ながら力んでいた場合でもあった。そこへ、昨べのこと、 虎ラノスケやカ十郎などが、どこからか、一人の老婆を担ぎ込んできて、実は、しかじかという話に、彼の同輩や後輩たちは、手を打って、それは良い人質を取って来られた。小次郎の方からやってくるように仕向けられたのは、さすがに、兵法のご校舎というものを、参ったら、散々に叩きのめしたげく花をそいで、神田川の木に、さらしものにしてやるのだな、と、言い合った。 そして、だが、来るか、来いか、などと、つい今朝も、かけごとのように、噂していたものだった。二、大部分のものが、来い、と、予想していた佐々木小次郎が今、過十郎の言によれば、門を入ってきた、とあるので、何来たと居合わせた人々の顔は、 白木の板みたいにこわばった。浜田虎之助以下、広い道場の床をシーンと開けて、固唾を飲んでいた。今に、道場の玄関へ声がかかるか、今に小次郎の訪れがあるかと待ち構えていたのである。おい、小次郎。門を入ってくるところを確かに見たのか見た。じゃあもう、これ見えそうなものじゃないか。こんな、遅すぎる。 果て、人違いじゃなかったのかそんなことはない。いかみしく床をしめて、座っていた面め々んめんも、ふとまみおしが抜けて、自分の緊張に自分で力負けを覚えかけてきた頃、パタパタと草履の音が控え部屋の窓の外に止まって、こい郎と、外から同輩の顔が一つ、背伸びして中を覗き込んだ。うん、なんだ。待っていても。 佐々木こじろうは、こっちへは見えぬぞ。おかしいな。でも、梶じろがたった今、門内へ通ってきたの、見たと言っておるに。ところが、彼はお住まいの方へ行ってしまって、どう奥へ死を通じたものか、お座敷で大先生と話し込んでいるのだ。え大先生とこれにはまず、浜田虎之助が、ド肝を抜かれた顔つきであった。兄が切り捨てにされたことも、原因を洗うと、 ろくでもない兄の不行席が、いつでに出てくるに決まっている。で、死の小野次郎衛門などには、低欲告げてあったし、夕べ、浜町の原から、老婆を人質に取ってきた、などということも、もちろん、告げていないのである。おい、本当か誰が嘘を言う嘘だと思ったら、裏山の方へ回って。岩越に、大先生のお書斎の次の客間を覗いてみたまえ。弱ったな。 しかし、他の者は、彼の探索を、むしろ、はがゆく思った。小次郎が直接、死の次郎もんの住まいの方へ行ったにしろ。また、どんな奇弁を漏して、自分たちの死を、牢絡しようと考えているにしろ。堂々と対決して、彼の火を上げ、こっちへ、引きずってきてしまえばいいではないか。何を、言われることがある。俺たちが行って、様子を見てきてやる。 道場の入り口から仮面ひょうすけと根頃八九郎の二人が草履を吐いて出ようとした時であった。住まいの方から何事か起こったように顔色を変えてこっちへかけてくる娘がある。おおおみつのとつぶやいて二人は足を止め、道場のうちにいた人々もどやどやとそこへ出て彼女のけたたましい声を騒ぐ胸へ受け取った。 皆さん、来てください。おじさまがお客様と刃を抜き合わせて外へ出ました。庭先で切り合いを始めています。三。おいつは、次郎右衛門忠明の名である。彼が一刀流の伝を受けた死の野郎一刀祭の妾の子を引き取って育ったのだ。と、陰で言うものもある。あるいは、そうかもしれないし。 嘘かもしれなかった。それはとにかく、色白で、愛黒しい娘だった。驚くと、その密が、おじさまが、お客さまと、何か大きな声をし合っていたかと思うと、言われ切り合っているんです。おじさまのことですから、万一のことはないでしょうが。告げるのを、皆まで聞かず、亀井、浜田、根ゴ伊藤などの、おもだった者は、よっ、と、言ったのみで。 何を問う間もなく、かけていった。道場と住まいとは離れていて、住まいの庭へ行くには、カキと竹網戸の注文がある。一つ塀の中でありながら、こういう風に胸が離れていたり、カキが言ってあるのは、城郭生活の習わしで、少し大きな侍の家となれば、これになお、手飼いの者の,の長屋だのなんだのが、加わっているのである。いや、閉まっている。何開かない 締めいた門人たちの力は、門の竹闇戸を押し破ってしまった。そして、裏山を抱いている、約四百坪ほどの山芝の平庭を見ると、死の小野次郎衛門忠明は、日頃持ち慣れている雪平の刀を抜いて、正眼。というよりは、やや高めに、たと構え、かなり距離を置いてその向こうには、孫を刀き、佐々木小次郎が、物干し竿の大剣を、偶然、 頭上に振り上げたまま、マナコを巨のようにしているのだった。はっと、そのありさまに、誰も一瞬目がくらんだ。そして、四百坪からある芝庭の広さと、張り詰めた空気は、線でも引いたように、他の人間を近づけしめなかった。慌ててきては見たものの、門人たちは遠く見守って、毛穴を注け立てているしかなかった。立ち合っている奏者の間には、 断じて、横合いから、照らしを許さないほど、真剣なものがある。無知、妄想なものならそれ、石でも唾でも投げられるかもしれないが、物の不の家に生まれて、童学から、その教養にしつけられてきたものには、おぉ、と、真剣の荘厳に打たれ、その刹那には、愛像も忘れて、ただ、見守る気になるのだった。けれど、それは一瞬の、防湿的作用に過ぎない。 すぐ感情は全身をくわっと冷まして、うぬう、お助けだちとばかり、二三の者が小次郎の後ろへ駆け迫ろうとした。するとただきが、やるなと、叱ったした。声も常とは違う。しものような気を帯びていた。おっと、乗り出した身を引きながら彼らは再び、いたずらに、手出しのならない刀の恋口を握りしめているしかなかった。けれども、 少しでも、ただあきの方に配色がきざしたら、耳を塞いで、四方から小次郎を包み、一気にずたずたに切ってしまうつもりでいるらしい。めいめいの、その、まなざしであった。四。次郎右衛門ただあきは、まだ創建だった。五十四五歳であろう。髪は黒く、見たところは、なお、四十代にしか見えない。 小作りであるが腰の座りがよく、獅子はのびのびして全体の死体に少しの効果もなく、また小柄にも見えなかった。小次郎はそれに向かって、まだ人たちも下していない。いや、下し得ないというべきであろう。だが、忠明は彼を剣の先に立たせてみた刹那に、これは、と、あなどりがたいものを感じ、密かに身を引き締めながら。 前期の再来か、とさえ思った。前期。そうだ。前期以来、こんな当たるべからざる破気を持った剣には、久しくあったことがない。その前期というのは、彼がまだ青年の頃、名も、三子神天然といって、伊藤八五郎一刀祭について修行に歩いていた当時、同じ死についていた、怖い兄弟子だった。前期は、 ク名ナの先導の子で、さしたる教養もなかったが、強いことは天性だった。後には、一刀祭でさえ、前期の剣を、いかんともすることができなかった。死が老いてゆくと、前期はその死を見下して、一刀流は、自己の独創であるように故障した。一刀祭は、前期の剣が、磨かれていくほど、社会に害があって、駅のない成り行きを眺め、 我、生涯の誤りは前期にあり、と嘆いたほどだった。また、前期を見ると、己の内にある悪いものを見守って踊っている化け物に見える。だから前期を見ると、自分という人間までが忌まわしくなる、と、十回したこともある。しかし、天然にとっては、その前期があったため、良い鏡にもなり、励みにもなって、 ついに、下もの小金が原で、彼と試合して、彼を切った。そして、一等祭から、一刀流の因果伝官を授けられたのであった。今、佐々木小次郎を見て、彼はその前期を思い出したのである。前期には、強さはあっても、教養はなかったが、小次郎には、それへ食わうるに、統制的な英知があり、侍の教養も身についていて、 それは彼の剣に根然と一つのものになっている。それをじっと見て。自分の敵するところではない。と、忠明はすぐ潔く心の内で思い捨てた。野牛に対してだって、彼は決して髭は抱いていない。今でも田島の神胸乗りの実力などはそう高く勝っていない彼ではあるが、今日という今日、 佐々木小次郎という一階の若者に対して彼は正直に、俺もそろそろ時代に取り残されてきたかなと剣の追いを覚えたのである。誰かの言った言葉に、先人を追い越すは安く、後人に越されざるはかたし、とあるが、その後今ほど通説に覚えたことはない。野牛と並び称されて一刀流の前世を見、老来。 やや人生に休んじている間に、社会の後からはもう、こんなキリンジが生まれつつあったのか、と、大きな驚きをもって、小次郎を見たものであった。五。双方とも、固着したまま、姿勢の上にはいつまでも、何の変化も見えなかった。だが、小次郎も忠明も、肉体のうちには、 恐ろしい生命力を消耗していた。その生理的変化は、瓶を伝う汗となり、美行の愛気となり、清白な顔色となって、今にも夜かと見えながら、剣と剣は、依然、最初の姿勢を持続していた。まいったただ、きが、叫んだのである。叫びながら、とうとう身を、そのまま、ぱっと後ろへ引いたのであった。けれど、その言葉が、 待て、と言ったように響いたのかもしれなかった。小次郎の体は途端に動物的な跳躍を空に描いていた。それと共に振り伸ばした物欲しさは、タらアキの姿を真っ二つに切り下げたかのようなつむじ風を起こし、タらアキの曲げの元どりは、それをかわすに急なため、逆らって、物つりと元いの根が切れた。しかし、タらアキが肩を落としながら、跳ね上げた雪平の切っ先もまた、 小次郎のたもと、五寸ほど、切り飛ばしていた。理不尽。生きりは、門人たちの顔に燃え上がった。忠明が今、参った。といった言葉で、双方の立ち合いが、喧嘩ではなく、試合であったことは明白である。だのに、小次郎は、むしろその隙を得たりとなして、無下に切っていった。彼がそういう不徳をあえてして出た以上、もう、手をこまねいている必要はない。とっさに、 その気持ちが一致して、行動へ移っていったのである。う、動くな。小次郎へ向かって、すべてが、どっと駆けなだれた。小次郎は、うが飛ぶように、身の位置を変えていた。大きな夏目の木が、ひら庭の一方にあった。その木の影から、姿を半ば見せて、恐ろしくよく動く目を、ギラギラさせながら怒鳴った。勝負、見たか俺が勝ったぞ。 という、名乗りを上げたつもりであろう。ただあきは彼方で、見えたと、答えた。そして門人たちへ向かい、帰ろと、叱った。刀を鞘に収めて、書斎の縁へ戻ると、彼は腰掛けて、お密、と、名を呼び、元取りを上げてくれい、と、パラパラになった髪の毛を撫で上げていた。お密に髪を上げさせているうちに、 初めて、本当の会ぎが出てきたらしく、ただあきの胸は汗に光っていた。ざっとでよい。そして、おみつを肩越しに見て、あちらにいる若い客へ、おすすぎをあげて、元の座敷へ、おあげ申しておけ。はい。ただあきはしかし、その客前へは通らなかった。草履を履いて、門人たちの表を見回し、道場の方へ集まれ、と、 命じて、自分が先に、彼方へ歩いて行った。六。どうしたわけなのか。門人らには、わからないのである。第一、仮初めにも、死の二郎右衛門忠明が、小次郎に対して参ったと叫んだのが、侵害であった。あの一世は、今日までの、無敵尾ノハ一流の誇りを、 一い地におけがしなすってしまったものだ。と、青白な表のうちに、怒りに似た涙を飲んで、ただあきの顔をねめつけている門人もあった。道場へ集まれ。と、呼ばれてそこに座った者は、約二十名ばかり、三列になっていたの間に、ぎしっと固くなって座っていた。次郎右衛門は、神座の一番高い席に、弱と座って、 それらの顔をしばらく眺めていた。さて、さて、わしも年をとったものである。つかの間に時代も移ってゆくな。これが、やがて忠明の口から流れた最初の言葉だった。過去、自分の来た道を帰り見てみると、死の八五郎一等斎様に仕えて前期を倒した頃が、自分の剣が最高な才を示した時であり、 この江戸表に文句を持って、将軍家の御師範の端に列し、世間から無敵一刀流とか、最勝坂のお野衆とか言われ始めた頃はすでに、わし自身の剣としては、下りへ来ている頃だった。門人たちは、死が何を言おうとしているのか、まだその意が組めなかった。で、宿とはしているが、その表には、不平だの、疑惑だの、 思い思いな感情がまだ動いていた。思うに、ただあきはそこからにわかに声を張って今までの節目なまなこを大きく見開いた。これは誰にもある人間の通用性だ。暗測に伴うてくる初老の兆しだ。この間に時代は移ってゆく。後輩は先輩を乗り越えてゆく。若い次の者が。 新しい道を切り開いてゆく。それでいいのだ。世の中は天変の間に進んでいるから。だが、憲法ではそれを許さぬ。お色ない道が、剣の道でなければならぬ。例えば、伊藤屋五郎先生。今はもう、生きておわすやいなや、そのご消息だにないが、小金ヶ原でわしが前期を切った折、即座に一刀流の印字を好みに許したまい。流動して、 そのまま山へ入られてしまわれた。そしてなお、県・禅、省・死、の道を探って、太鼓の峰に、負け登ろうと遊ばすお口ぶりが見えた。それに控えて、この二郎右衛門忠明は、早くも、老いの兆しを表し、今日のような遅れをとったこと。死、野五郎先生に対しても、何の勘せがあろうか。今日までのわしの暮らしなどは、 思わざるも、はなはだしいものであった。たまらなくなったように。せ、先生目頃八九郎が床から言った。破れたとおっしゃいますが、葉のような弱年者に、破れる先生ではないことを、我々は日頃から信じております。今日のことは、何か、ご事情でもあったのではござりませぬか事情一生のもとに、かぶりを振って、仮染めにも、 真剣と真剣との立ち合い。その間に、なんで未人の上実など許そう。弱年者と言われたが、その弱年者なるがために、わしは彼に負けたとは思わない。映っている時代に負けたと思うのだ。と、とは申せ。まあ、待て。静かに、ネゴロの言葉を抑え。また、大勢の同じ顔色を見直して。手早く話そう。あちらには、 佐々木殿もお待たせしてある。そこでおのおのへ、改めて申し渡すぎと、わしの望みを聞いてもらいたい。七。自分は今日限り、道場から身を引こうと思う。世間からも身を隠す。隠居ではない。山中へ行って、野五郎入道一等斎先生の分け入った道の跡を尋ねる心で、 なお、万世の大捕を期したい。これが一つの望み。と、次郎右衛門忠明は、弟子一同へ告げるのだった。弟子の中の伊藤孫兵は、老いにあたる者ゆえ、一心忠だなりの貢献を頼む。幕府へは、その良しを願いで自分のことは、出家頓世と届けておいてもらいたい。これが、二つの頼みである。と言った。 次に、この機会に言い渡しておくこととして、わしは弱敗の佐々木殿に負けたということを、そう恨みには思わぬ。しかし、彼のごとき心身が他から出ているのに、まだ、おのの道場から一名の俊足も出ておらぬということは、深く恥じる。これというのも、我が門下には、ご不大の爆死が多く、ややもすると、ご異性について思い上がり、 いささかの修行をもって、すぐ、無敵一刀流などと呼称して、良い気になっている生徒を思う。はいや、先生。お言葉中にはござりますが、決して我々とても、そのような、凶慢怠惰にのみ、火を暮らしているわけでは。と、亀井氷助が、その時、声振るわせて、弟子の座から言うと、黙れと、忠明は、彼の顔を睨まえて、死の座から、一言に足しで、 弟子の大当たりは、死の大当たりである。わしはわし自身を残棄して、自ら裁いておるのだ。おみらすべてのものが、強弟だとは申さぬ。だが、この中には、そうしたものもおると見た。その悪風を一掃して、女の,の道場は、正しい、若々しい、時代のないどことならねばならぬ。そうせねば、ただあきがを引いて、改革いたす意味もないことになろう。人通な、 彼の誠意は、ようやく弟子たちの配布へ染み通ってきた。弟子の座に並ぶ者は、皆頭を垂れて、死の言葉を噛みしめながら、自分たちも反省した。ほまど、ただあきがやがて言った。浜田虎之助は、不意に名を刺されて、ほ、っと死の顔を見た。ただあきの目は、彼をきっとめ据えていた。 虎之助は、その目に、差しうつむいてしまった。立て、はい。立て、は。虎之助、立たんか。と、忠明は、声を励ました。三列に座っている弟子たちの中から、虎之助だけ直立した。彼の友達や後輩たちは、忠明の心を測かりかねて、浸透していた。虎之助、お主を、今日限り破門する。 将来、心を改め、修行を励み、標法の胸にかなう人間となった時は、また、指定として、会う日もあろう。され、せ、先生、訳をおっしゃってください。拙者には、破門される覚えはございませんが、標法の道を吐き違えているゆえに、覚えがないと思うのであろう。他実よく、胸に手を当てて、考えてみれば、わかってくる。おっしゃってください。おっしゃってください。 大せなくば虎之助、この席を去るわけには参りません。高ぶった顔に、青筋を太らせて、彼はまた、言いたけった。八。からばよ。と、忠明は、やむなく、虎之助に波紋を言い渡した理由を、その虎之助を立たせておいたまま、一同へも釈明した。卑怯。は、 武士の最も下げ済む行為である。また、標法の上でも、固く戒めておる。卑怯の振る舞いある時は波紋に処す。というのは、この道場の鉄則であった。しかるに、浜田虎之助は、兄を撃たれながら、いたずらに火を過ごし、しかも当の佐々木小次郎には、雪辱をなそうともせず、また八とやらいうスイカ売り不情の男を、仇とつけまわし、その者の老婆を、 人質に取ってきて、この邸内に押し込めておくなどとは、いやしくも、武士のすることと言えようか。いや、それも、小次郎をこれ、おびき寄せる手段でいたしたのです。虎之助が、薬器となって抗弁しかけると、さ、それが卑怯と申すものじゃ。小次郎を打たんとするなら、なぜ自身、小次郎の住まいへ行くなり、果たし状をつけて、堂々と名乗りかけんか。そう。 それも、考えぬではござりませんでしたが。考える。何をその後に、猶予などを。衆を頼んで、佐々木殿をこれへおびき寄せ、うたんとした卑劣は、お身の今言った言葉で自白しておるではないか。それに引き換え、佐々木小次郎なる者の態度、見上げたものだと、わしは思う。単身、わしの前へ来て、卑劣な弟子など、相手に取るに足らぬ。 弟子の飛行は死の飛行。立ち会いとばかり、挑みかかった。弟子の座の人々は皆、さては最善の行きは、そうした動機から起こったことかと、頷いた景色だった。ただ、秋は、言葉を続け。しかも、ああして真剣と真剣とで、立ち会ってみた結果は、この二郎右衛門自身の中にも明らかに、恥ずべき日が見いだされた。わしはその日に対して、 つつしんで参ったと言った。虎之助。これでもそちは、自信を顧みて、恥なき兵法者と思うか。恐れ入りました。去れ。去ります。虎之助は、うつむいたまま、道場の床を十歩ほど下がって、両手を使えて座り直した。先生にも、ご検証に。うむ。ご一同にも。と、さすがに、 声が暗くなって、あとはかすかに別れの挨拶をした。そして、すごすごどこへか立ち去った。わしも世間を去る。と、ただあきも立った。弟子の座の中に追いつか聞こえた。男泣き、泣き出した者も,もあるのである。修然と、うなだれ合っている弟子たちの頭を眺めて。励めようみな。ただあきは最後の死の言として、 試合を込めていった。何を憂い悲しむのか。お前たちは、お前たちの時代を、この道場へ、はつらつと、迎え取らねばならぬ。明日からは謙虚になって、いっそ、生を出して、磨き合えよう。九。やがて、道場の方から住まいへ戻って、そこの客前姿を見せたたただあきは、 失礼いたした。と、最前から控えている小次郎へ向かって、こう、中座を浴びながら静かに座った。その顔色には、何の動揺も読まれなかった。平常と変わった点はなかった。さて、と、忠明は口を切って、門人の浜田虎之助は、ただいまあちらで波紋を言い渡し、今後心を改めて修行いたすよう、よく訓戒しておきました。 で、虎之助が人質に隠し置いた老婆の身も、当然お返しする考えであるが、そこもとがすぐお連れくださるか、それとも改めて、東方からお送り妄想か。言うと小次郎は、満足でござる。拙者がすぐ連れて戻ります。今にもと立ちかけた。そう決まれば何もかも水に流して、一括、お組み交わしていただきたい。密、密。 手を叩いて、酒の支度を、と、名へ言いつけた。さっきの真剣の立ち合いで、小次郎は、ありったけの精神を消耗してしまったような気がしていた。その後、一人でぽつねんと、ここに待たされていた時間も長かったので、すぐ帰りたかったが、臆しているように思われてもと、腰を据えて、では、おもてなしに甘えようか、と、杯きを取った。そして小次郎はあくまで、 ただきを眼下に見た。心で眼下に見ながら、くじれば。自分も今日まで随分達人にも出会ったが、まだ気候のごとき剣に大したことはない。さすがに、一刀流のおのと、音に響いただけのものはある。などと褒めて、己の優越感を、その上へもっと高めた。若い、強い、まん満々だ。酒を飲んでみても叶なわないことを、ただきは体に感じてくる。 けれど、大人の忠明から彼を見ると、自分にはかなわないとは思いつつ、いかにも危ない強さ、若さであると思った。この素質をよく磨けば、天下の風はこの人になびこう。だが、悪くすれば前期になる恐れがある。そう惜しんで、忠明は、弟子ならば、と、その忠言を喉まで出しかけたが、ついに何も言わなかった。そして、 小次郎の言葉には何でも謙虚に笑って答えた。雑談のうちに武蔵の噂なども出た。近頃、忠明が聞いたこととして、北条阿波の守や宋拓安の推薦で、また新たに宮本武蔵という無名の一賢士が抜擢されて師範の席に加わるかもしれないという話なども彼が漏らした。おお小次郎は、 そういったきりだったが、心の安からぬ顔色をした。西日を見て彼が、帰る、と言い出したので、ただあきは、目のおつに言いつけ、お年寄りの手を引いて、坂の下までお送りしていけ、と言った。天旦で、まっすぐで、野牛のように、静脚との交わりなどもなく、素朴な、ぶしぎの人で通ってきた。 次郎右衛門忠明の姿が、江戸から見えなくなったのは、それから間もなくであった。正軍家にも、じきじき近づける身なのに。うまく務めあげれば、いくらでも出世の先があったものを、と、彼の豚聖をいぶかしがった世人は、やがて、佐々木小次郎に、彼が負けたということを古代にとって、小野・次郎右衛門忠明は、発狂したのだそうだ。 言い伝えた。もののあわれ。一。怖かった、昨夜の風は。女嵐って、生まれて初めてだ、と、武蔵さえ言った。二百十日、二百二十日。そういうものの怖さに前処することは、武蔵よりも最新で、よく知っているよりは、昨夜のあれがやってくる前に、屋根へ登って、 竹の押し縁を結びつけたり、石を乗せたりしておいたが、その屋根なども夜中に吹き飛ばされてしまって、今朝見てもどこへ行ったか屋根の行方がわからない。ああ、もう本も読めなくなっちゃった。崖の肌から草むらやらあちこちにベトベトになって散らばっている本の残骸を眺めて、いよりは何より未れんそうに呟いた。だが、被害は本どころではない。 彼と武蔵の住む家さえ、跡形もなく、ひしがれて、手のつけようもないありさま。それをよそに、武蔵はどこへ行ったやら、火を焚いておけ、と言って出たまま、まだ戻ってこなかった。のんきだなぁ、稲田の手水を見物に行くなんて、よりは火を焚き始めていた。その薪は、我が家の床や板壁である。今夜、寝る家だった、と考えると、 煙が目に染みてくる。火はできた。武蔵は戻らない。ふと見ると、そこらにまだ割れていない栗の実だの。風に叩きつけられて死んでいる小鳥の死骸などが目についた。朝飯に、よりはそんなものを火に炙って食べていた。昼頃、武蔵は帰ってきた。それから半時ほどして、また後から身の傘を着た村の人々が揃ってきた。そして、 おかげで早く出水が引いたとか、病人が喜んでいるとか、変わるがわる例を述べ出した。いつも後始末では、自分自分のことにばかりかかって、争いになるのだが、今度はおっしゃる通り、村人が一致して、誰のただの、彼の家だのという分け隔てなく、力を合わせてやることにしたので、案外早く、被害の取り返しもつきそうで、などとも、中の両百将が、例を繰り返していった。 あ、そんなサジズをしに行ったのか。と、イオリは、やっと武蔵が、夜明けに出て行った用事がわかった。イオリは、武蔵のためにも、死んだ小鳥の毛をむしって炙っておいたが、食い物は、わしらがどこに、いくらでもあるで、と、甘いもの、辛いもの、何くれとなく運んでくる。イオリの好きな餅もあった。死んだ鳥の肉はまずかった。自分だけの身を考えて、 慌ててそんな死肉で腹を膨らましてしまったよりは後悔した。自分を捨てて大勢のために考えれば、食物は一人でに誰かが与えてくれるのだということを覚えた。い,いえもう今度は潰れのように、わしらの手で立ってあげますでの、今夜はわしがところへ来て寝さっしゃい。と、年取った百姓は言ってくれる。その両百姓の家は、この金村では一番古かった。 夕べずぶぬれになった肌着や着物を乾かしてもらい、武蔵とよりは、その晩、老百姓の家のお客になって寝た。おや寝てからのことである。よりは、隣に眠っている武蔵の方へ寝返りを打って、小声で言った。先生、うむ。遠くの方でかぐら囃しが聞こえませんか遠くの方で。聞こえるようでもあり、聞こえないようでもあるが、変だな。 こんな大嵐の後に、かぐらの音が聞こえるなんて。寝息はするが、武蔵の返事はしないので、いよりもいつか眠ってしまった。二。朝になって、先生、秩父の、いつみ神社って、そう遠くないんだってね。ここからでは、いくらもあるまいな。連れて行っておくんなさい、お参りに。何を思い出したのか、今朝。 急によりが言い出したのである。訳を聞いてみると、彼は、夕べのかぐらの音が気になって、起きるとすぐ、ここの老百姓に聞いてみたところ、ここから近い、阿佐ヶ谷村には、遠い昔から、阿佐ヶ谷かぐらといって、古いかぐら市の家があり、毎月、三峰神社の月祭りには、そこの家で調べを合わせて、秩父へ出張って行くので、それが聞こえてきたのだろうという説明だった。 音楽と舞踏との壮大なものといえば、いおりは、かぐらよりしか知らないのである。しかも、三峰神社のそれは、日本三大かぐらの一つと言われるほど、古典なものであると聞かされたので、彼は、やもたてもなく、秩父へ行ってみたくなった。よ、よ、先生、と、いおりは甘えて、どうせ、まだそうは、五日や六日じゃできないし、と、せがんだ。いよりにこう甘えられると、 武蔵はふと別れている城太郎を思い出した。城太郎を連れていると城太郎はよく甘える。狙ったり、だだをこねたり、わがままを言って手こずらせたり。だが、伊織には滅多にそんなことがない。時にはふと武蔵の方で、そのよそよそしさが寂しくなるほど、伊織にはその子供っぽさがない。城太郎とは老いたちや性格の相違もあろうが、 多くは、それは武蔵がしつけたものであった。弟子と使徒のけじめを、いよりには厳然とつけてきたからである。ほったらかしに、ただ連れていた上太郎の結果に鑑みて、いよりには意識的に死であろうとしているためだった。そのいよりが、珍しく、甘えてねだると、武蔵は、うむ。生返事して、考えてはいたが、よし、連れて行って使わそう。 よりは小踊りして、天気もいいし、と、もうおとといの晩の空への恨みも忘れ果てて、にわかり、この家の両百章に告げて、弁当をこい、わらじをもらい、さあ、参りましょう、と、武蔵を促す。両百章は、お帰りの頃までに、草案を立て直しておきます、と言って送り出すし、のばきの後の水たまりは、まだところどころ小さい湖水を作っているが、 おとといのあれは嘘のように、モズは低く飛び、空の青さは高く澄みきっている。三峰の例祭は三日間とある。こう決まって出てくればもう、いよりとてそう急ぎもしない。間に合わぬ心配はないからである。田無の宿の草畑後に、その日は早く泊まり、明日の道もまだ武蔵野の腹だった。 イルマ川の水は三倍にもなっていた。平城の土橋は川の中に取り残され、何の用もなさなくなっている。付近の住民たちは田ネを出したり、杭を打ち込んだりして、両岸から橋を継ぎ足していた。そこの通れるようになるのを待っている間に、いよりは、ほらほらよじがたくさん落ちていた。かぶとの鉢金もあるし、先生、この辺は戦場の跡ですね、きっと。 レミズに現れた川砂を掘り散らして、よりは錆がた型のオれだの、章の分からぬ古金などを拾って凶がっていたが、そのうちに、あ、人間の骨、と手をすくめた。三、武蔵はそれを見て、より、その白骨をここへ持ってこい。一度知らずに手には触れたが、よりはもう手を出す気になれない顔して、 先生、どうするんです人の踏まないところへ行けてあげるのだ。だって、一つや二つじゃありませんよ。橋の繕いができる間の仕事にはちょうどよい。あるだけ拾い集めて。と、河原の背を見回し、あの、林道の花のあたりへ行けておきなさい。クワがないのにその俺が種で掘れ。ほい。よりは、まず穴を掘った。そして、 広い集めた矢尻も兜の古金も白骨と一緒に皆行け終わって。これでようございますかん石を乗せておけ。それでよい。よい供養になった。先生、この辺りに合戦のあったのは、つごろのことなんでしょう。忘れたか。お前は本で読んでいるはずだがな。忘れました。太平記の中にある、元行三年と、昌平七年の領土の合戦。 立田義貞、義宗、義岡などの一族と、足利高氏の大軍とが、しのぎを削りおうた小手差しが原というのはこの辺りだ。あ、小手差しが原の合戦のあったところか。そんなら何度も先生の話を聞いているから知っています。では、と、日頃のよりの弁学力を試すように、武蔵は。その折、宗長親王が、あずの方に久しくはびりて、 ひたすら物の府の道に携わりつつ、聖刀将軍の戦時など下されしも、思いのほかなるように覚えて、読みはべりし、と、仰せられて、お読びになった歌、いよりは覚えておる。います。いよりはすぐ行って、空の青さに、一話の鳥影が、漂ってゆくのを仰ぎながら、思いきや、手も触れざりし、あずさゆみ、おきふし我が身、なれむ者とは、 武蔵は二個として、そうだ、では、同じ頃、武蔵の国に打ち越えて、小手差しが原というところに、という言葉書きの筋にある、同じ神脳のお歌は忘れたないよりは負けん気に、待って、待って、と首を振った。そして思い出すと、今度は一人勝手な節をつけて漏洩した。君のため、世のため、何かを叱らむ。 捨てて甲いやる命なりせば。でしょ、先生。意味はわかってますどうわかってるか言わなくったって、このお歌がわからなかったら、もらなくても、日本人でもないですよ。んだがより、それならお前はなぜ、白骨を持ったその手を、さも汚いように、先国から糸っているのかだって白骨は、先生だっていい気持ちじゃないでしょう。この古戦場の白骨は皆、 胸長親王のお歌に泣いて、親王のお歌通りに奮戦して死んだ人々だった。そうした武士たちの途中の白骨が目には見えるが、今もなお石杖となっていればこそ、この国はこんなにも平和に何千年の豊明が守られていいのではないか。お、そうですね。たまたまの戦乱があっても、それはおとといの嵐のようなもので、国土そのものにはびくとも変化がない。それには、 今生きている人々の力も大いにあるが、途中の白骨たちの恩も忘れては済むまいぞ。四。武蔵のいちごいちごに、よりは何度もこっくりした。わかりました。じゃあ、今行けた白骨にお花をあげて、お辞儀してきましょうか。武蔵は笑って、何もお辞儀はせんでもよい、心のうちに。 今申したことさえ刻んでおれば。だけど、よりはやはり気が済めなくなったらしい。秋草の花を折り集めて石の前にあげた。そして手を合わせかけたが、ふと振り返って、先生と呼び何かためらい顔に言い出した。この土の中の白骨が本当に先生が今言ったような中心ならいいけれど、もし足利高氏の方の兵だったらつまらないな。 手なんか合わせてやるのは尺に触る。この返事には、武蔵も注意した。伊織は、武蔵の名刀がない限りは、滅多に手のひらを合わせない様子を示して、彼の顔を眺めながら、その答えを待っていた。ふと、キリギリスの声が耳につく。仰ぐと、昼間の薄い月が目に留まった。しかし、伊織に与える返事は、なかなか見つからない。やがて武蔵は言った。 十悪五逆のとにも、仏の道では救いがある。即進即菩提、菩提に目を開けば、悪逆のとも、仏もこれを許したもうとある。まして、発掘となってしまえばもう。じゃあ中心も逆賊も、死ねば同じものになるんですか違う。と、厳しく、そこに苦点を打って。そう早がてんしてはならぬ。武士は名を尊ぶ。名を怪我した侍には、 末世末代、救いはない。そんならなぜ仏様は悪人も中心も同じみたいなことを言うんですか人間の本性そのものは皆、もともと同じものなのだ。けれど、名利や欲望に目がくらんで、逆ととなり、乱続となるもある。それも憎まず、仏が促進促物を進め、母体の目を開けよかしと、千万の凶をもって解かれているが、それもこれも生きているうちのこと。 死んでは救いの手にすがれぬ。死してはすべて食うしかない。ああ、そうか。わかったような顔して、いよりは急に声に弾みを出していった。だけど、侍はそうじゃないでしょ。う。死んでも食うではないでしょ。う。どうして名が残るもの。うむ。悪い名を残せば悪い名が、いい名を残せばいい名が。うむ。発骨になってもね。けれど、と、武蔵は、 彼の純真な知識欲が、一途に飲み込んでしまうことを恐れて、それにまた言い出した。だが、その侍にはまた、物の哀れというものがある。物の哀れを知らぬ武士は、月も花もない荒野に似ている。ただ、強いのみでは、おとといの晩の嵐も同じだ。剣、剣、剣と、明け暮れそれを道とする身は、なおさらのこと、物の哀れ、慈悲の心がなくてはならぬ。 よりは、もう黙っている。黙って、土中の白骨に花を備え、素直に手を合わせていた。バチ。一。縮部のふもとから、蟻のように絶え間なく、山道を登っていく小さい人影は、一度、山をめぐる密雲の中へ皆、隠れてしまう。 その人々はやがて山頂の三峰権現へ出てきた。そしてそこから空を仰ぐと、空には一打の雲もなかった。ここは坂東四カ国にまたがって、雲取り、白石、妙法ヶ岳の散々に通う天井の町だった。神社仏閣の道東門奥の一角に続いて、その別当だの、鮭だの、土産物屋だの、山系茶屋だの、 門前町があるし、まばらに散ってはいるが、診療百姓の家数も七十個からあるという。は放題子がなった。夕べから武蔵と共に、別棟の観音院に泊まっていたよりは、食べかけていた小飯を慌てて囲んで、先生、もう始まりましたよ。と、捨てるように橋を置く。かぐらか、見に行きましょう。夕べ見たから、わしはもういい。一人で行ってこい。だって、夕べは、 二だしかやらなかったでしょうまあ、急がんでもいい。今夜は夜通しあるというから。なるほど、武蔵の木皿には、まだ小雨しが食べ残っていた。それがなくなったら行くというに違いない。いよりは、そう思い直して神妙に。今夜も星が出てますよ。そうか。このお山の上に、何千人という人が昨日から登ってるから、雨が降っちゃかわいそうだ。武蔵はいじらしくなって。じゃあ、行ってみるかな。へ 来ましょう。問い上がって、よりは先に玄関へ駆け出し、そこの藁草履を借りて揃えておく。別途どころの前も山門の両脇にも、大かがりをドカドカと焚いていた。門前町の家ごとには、角角に松明をつけて、何千尺の山の上も、肥料を欺くばかりだった。古水のように深い色をした夜空には、銀河がキラキラ煙っていた。 その麗しい星明かりと、加工に煙って動く群衆は、神楽殿をめぐって、この山上の寒さを知らぬ、一息切れにしていた。お、らよりは、その人ごみにもまれながら、キョロキョロして、先生はどこへ行っちまったんだろうたった今、いたのに。笛や太鼓が、山風に小玉を呼んで、一足もいよいよ、ここへ流れ集まっては来るが、神楽殿にはまだ、静かに、と、 とばりが揺れているのみで、無人は現れていなかった。先生イオは、人の間をくぐり歩いた。そしてやっと、武蔵の姿を見いだした。武蔵は、そこから少し先の御堂の胸に打ち並べてある、たくさんなきちん札を仰いでいたのである。イオが駆け寄って、先生と、袖を引いても、黙ったまま、仰向いて見つめていた。 無数の寄信者から駆け離れて、金高も大きく、札も一倍と大きな板にこう書いてあったのが、彼の目を旗と引きつけたものだった。武州芝浦村、奈良屋大蔵。奈良屋の大蔵といえば、かつて数年前、基礎から諏訪のあたりへかけて、どれほど訪ねたか知れない名である。その大蔵が、はぐれた上太郎を連れて、他国へ旅立ったというのを聞いて、 武州の芝浦といえば、ところもつい先頃まで自分もいた江戸ではないか。ゆっくりなくも今、大蔵の名を見いだして、武蔵は傍然、別れた者たちを思い出しているのだった。二、常でも忘れているわけではないが、よりが日に日に成長してゆくにつけても何かにつけ、 思い出されていたのだが、もう、夢のように、三年余りになる。武蔵は、上太郎の年を、心の中で数えてみた。神楽殿の大川が、その時、急に高くなり出した。武蔵が我に帰ると、はもうやってると、よりは、心をもうそこへ飛ばして、先生、何を見てるんです別に、さしたることではないが、より、 お前は一人でかぐらを見ておれ、ちと用事を思い出したゆえ、わしは後から行く。そう言って彼を追いやり、武蔵は一人、鮭の方へ歩いて行った。寄進者のことについて、ちとお伺いいたしたいが、というと、ここでは扱いませんが、別途総役所へご案内いたしましょう。と、少し耳の遠い老ネギが先に立って導いて行く。 総別当、幸運寺平等棒という大きな文字が入り口にいかめしい。宝蔵らしい白壁も奥に見える。神仏混交で一切ここを総務所としているらしかった。老ネギが玄関で長々と何か告げている。ほどなく非常に丁重に。どうぞ、と薬草が奥へ案内した。茶が出る。見事な菓子が運ばれてくる。やがて二の禅であった。 また、美しいチコが、調子を持ってきて、休止に着いた。しばらくすると、ゴン上のながしというのが現れて、ようこそご登山下されました。三歳のみで何もお構いできませんが、どうぞ、おくつろぎあって、と、人間に言う。はてな、武蔵は少し、勝手の違う気持ちだった。で、逆ずきも手に取らず、実は、寄信者のことについて、 とお調べ願わしく参ったものでござるが、と言い直すと、五十格好太り獅子なそのゴン僧城は、えと、目を改めて、調べと、と、さも気厳らしく、急に迷路まで無遠慮にして、じろじろ武蔵の姿を見回した。武蔵が、寄進札の中にある武州、芝浦村の習いの大像というのは、いつここへ登山したのか、また、 たびたび来る者か、その折は一名か、友を連れていればどんな者を連れているか、などと次々に尋ね出すと、僧侶殿は恐ろしく不機嫌になって。ではなんじゃなそこもとが寄信をなさろうというのではなく、寄信者の身元荒い盾にござったのか道ネギが聞き違えたのか、この総上殿が早飲み込みしたのか、これはしたり、と言わんばかりな顔をしてみせる。 お聞き違いでござりましょう。拙者が寄信したいと申すのではなく、習いの大蔵という人のことについて、言いかけると。それならそれと、玄関ではっきり言わっしゃればよいに。見れば、ご老人らしいが、素性もよう知れぬ者に、寄信者のお見事など、滅多に言うてご迷惑がかかっては困る。決してさようなことは。まあ、薬草がどういうか、聞いてみなされ。何か、損でもしたように。 僧侶殿は袖を払って立ってしまった。三。下心者の台帳なるものを薬草が引っ張り出して、おざなりに調べてはくれたが。別にこちらにも詳しいことは何も書いてない。お山にはたびたび賛老してござるようじゃ。友の者がいくつぐらいか、そんなことまでわからんよ。と、二部もない。それでも武蔵はお手数をかけました。 礼を述べて、外へ出た。そして、カグラの前へ来て、頼の姿を探すと、頼は群衆の後ろにいた。背が低いので、木の上に登り、小杖に腰をかけて、カグラを見ているのだった。彼は、武蔵がその木の下へ来たことも知らない。全く放心して、カグラの前に見とれている。黒いヒノキの舞台に、五色の帳が垂れていた。胸の四方に、 張り巡らしてある締めに、山風がそよと動いて、にやびの火のコがちらちら燃え尽きそうに時折かすめる。武蔵もいつか、いおりと共とに舞台へ目を向けていた。彼にも、いおりと同じ日があった。ふるさとの佐野も神社の夜祭りが、ここのような気がしてくる。群衆の一息れの中には、お通の白い顔があったり、または蜂が何か食っていたり、 ゴンゴじが歩いていたり、そして自分の帰りの遅いのを暗示て、こう探す母の姿がさまよっていたり、など、その頃の幼い玄鋭にさながら今身を包まれているのだった。舞床に座って笛を構え、バチを取っている。小鹿なこの絵トネリたちの風俗を映した山かぐらしの怪しげな衣装も、禁乱のつづれも、にやびの光は、 それを遠い神代の者に見せるのである。ゆるい大川のバチ音が、あたりの杉子たちに高くこだまする。それにもつれて、笛や太鼓の舞拍子が流れ、舞床には今、かぐらつかさの人を探、神代人の面つけて、頬や顎の塗りの剥げているその顔を、おおらかに舞を動かして、神遊びの歌言葉を歌っていた。神書きの、三風の山の酒木場は、 神の見舞いにしげり会いにけり、人を探す一つの言葉を歌い終わるとトネリラは断拍子を入れ、畳拍子と楽器を合わせて、舞と楽と歌とが、ようやく一つの早い旋律を描き出して、すめ神の、宮間の杖と山人の、地祖世を祈り、切れる三つ江ぞ、切れる三つ江ぞ。また、この矛は、いずこの矛ぞ。 アメニマス、豊岡姫の宮の穂子なり、宮の穂子なり。神楽ら唄のいくつかは、武蔵も幼い頃には、覚えていたものである。自分が面をつけて、故郷の佐野も神社の神楽堂で、まったりしたことなども思い出された。よも山の、人の守りにするたちを、神の見舞いに祝いつるから、祝いつるかな。 その歌言葉を耳に聞いていた時である。武蔵の目は太鼓の座に太鼓を叩いているとねりの手をじっと見ていたが、あ、あれだ、似たわ。と、突然、あたりを忘れて大きくうめいた。四、木の股の上から、あや、先生、いたんですかよりは武蔵のうめいた声にびっくりして覗き下ろした。 武蔵は彼を見上げもしなかった。かぐら殿の床を見ているのであるが、周りの人々のように、武学に陶酔している目ではない。むしろ、怖いといえば、家もする眼差しなのだ。うん。二刀、二刀。晴れも二頭も同じ断りだ。チは二つ、根は一つ。行前として、腕組みを解かないのである。しかし、彼の眉には、 年来、胸にわだかまっていたものがほどけていた。それは、二刀の工夫であった。生まれながら人間には、二つの手がある。けれど、剣を取る場合には、人間はそれを、一つにしか使っていない。敵がそうだし、衆が皆、それを修正としているからいいが、もし、二つの手を、完全に、二つの剣として、働かしてきた場合は、一つのものは、どうなるか。 実例はすでに、武蔵の体験の中にある。それは、一条寺下り松の戦いに、吉岡方の大勢に対して、身一つで当たっていった時である。あの時、戦いが終わってから気づいてみると、自分は両手に剣を持っていた。右に大剣と、左の手に小刀を。それは、本能がしたのである。無自覚のうちに、二本の手が、おのの、 あるだけの力を出して身を守ったのである。生死の境が必死に教えたのだ。大軍と、大軍との合戦でも、両翼の兵を完全に駆使しないで、敵に当たるという標法はあり得ない。まして、一個の体には、尚のことである。日常生活の修正は、知らず知らず不自然を自然に思わせて、不思議ともしなくなるものである。二頭が本当だ。 むしろ、二等が自然なのだ。武蔵は、あの時以来、そう信じていた。けれど、日常生活は、日常の所作であり、生死の境は、生涯に、そう何度もあるものではない。しかし、しかも剣の極意は、その生死の用意を、日常化するにある。無意識でなく、意識あっての働き。しかも、その意識が、無意識のように、自由な働き。 二刀はそうしたものでなければならぬ。武蔵は常にその工夫を胸に抱いていた。彼は自己の信念に理念を加えて動かない二刀の原理を掴もうとしていた。それを彼は今はっと受け取ったのである。かぐら殿の上で太鼓を叩いているトネリの二本の鉢の手、二刀の真理をその音に聞いたのだった。太鼓を打つ二つの鉢は 二つであるが発する音は一つである。そして左と右、右と左。意識があって意識がない。いわゆる無下自由の境である。武蔵は胸の開けた心地がした。五座のかぐらは人をさの歌言葉から始まって、いつの間にか巻いても入れ替わっている。大まかな岩戸かぐらも進み。 あらみことの矛の前につれて、早拍子の笛が叫び、鈴がりんりんと振り鳴らされた。より、まだ見ておるか。武蔵が、小杖を仰いで言うと、ええ、まだ、と、よりは、返事も上の空だった。かぐら舞に魂を飛ばして、自分も舞人になったような心地でいた。明日はまた、奥の院まで、大竹を登らねばなるまいが、 あまり遅くならぬうちに戻って眠れよ。言い置いて、武蔵は別当の観音院の方へ一人で歩き出した。すると、彼の後ろから大きな黒犬に手綱をつけて、のそのそついていく男があった。武蔵が観音院の家へ入ると、黒犬を連れたその男は後ろを見て、おい、おい、と小声に闇へ、 手招きした。魔の剣族。一。犬は三峰のお使いであるというので、山では根源様のご剣族と呼んでいる。山犬のお蓋だの、山犬の木彫りだの、山犬の据え物だの、を三老者が下山の折、買って行くのもそのためである。 また、本物のお犬も、この山にはたくさんいた。人に飼われ、あがめられてもいるが、この山中にいるので、自然生物を喰らい。まだ、山犬の本質が抜け切れていないような、鋭い牙を持った犬ばかりである。それらの剣族の祖先は、1004年前、大集団で、海の彼方から、武蔵野へ移住してきた、駒民族の家族と共に、 映ってきたものと、それより以前から秩父の山にいた純万道主の山犬と、そう二種類の結合された血を持っている猛犬だということであった。それはとにかく、武蔵の姿を別当の観音院の前までつけてきた男の手にも、一匹の犬が浅縄で枯れている。今、男が闇へ手招きすると、子牛のような黒犬も共に、 闇の方を見て、くんくんと鼻を鳴らし始めた。彼が常に、限られている人間の匂いが近づいてきたせいであろう。し<ー>」ぃ。と、飼い主は、たずなを縮めて、王振る尻を一つ打った。その飼い主の顔も、狛犬に劣らない、どうな要望を備えていた。顔に、シワの彫りが深く、五十歳がらみに見えるが、骨太な体は、もっと若い。 いや、若い者にも珍しいほど精悍である。背は五尺そこそこだが、獅子の節々には、どことなく、当たりがたい弾力と闘志がこもっていて、いわばこの飼い主も、連れている犬と同じように、まだ山犬の性が、多分に脱下しきれない。野獣から家畜への、過渡期にあるのと同様な、山侍の一人だった。だが、寺に勤めている身なので、 服装はきちんとしていた。道服とも見え、し下とも見え、羽織とも見えるものの上に、腰締めを結び、浅袴を履き、足には祭り履きの新しい髪尾の藁草履を履いている。バイケン様そっと、闇の中から寄ってきた女は言った。犬はその裾へじゃれかかろうとするし、女はそのために。 ある距離しか近づきかねていた。こいつ。バイケンは縄の端で、今度はやや強く犬の頭を撃って。おこう、よく見つけたな。やはり、あいつでしょうむ、武蔵だ。二人は、それきり口をつぐむ。雲の切れ目の星を見ている。かぐらデの早拍子が、黒い杉子たちの奥に今、盛んだ。 どうしますどうかせねば。せっかく山へ上がってきたのに。そうだ。無事に返してはもったいない。おこうはしきりに目を持って、バイケンの決心をけしかける。バイケンはだが、容易に腹が決まらないらしい。瞳の奥でギラギラと何か資料を焼いている。怖い目である。しばらくして。当時はいるかえ 祭りの酒によって、酔いから店で寝ておりますが。じゃあ起こしておけ。あなたは何せ、俺は勤めのある体だ。ご宝蔵の見回りや用事を済まして、後から行くとしよう。じゃあ、宅の方へ。んお主の,の店。赤い鶏の揺らぐ闇へ、二人の影はまた、別れ別れに消えていん 二。三門を出ると、おこうの足は小走りになった。門前町は二三十個ある。多くは土産物屋と休み茶屋であった。たまたま煮物や酒の匂いの中に、人声の賑やかな小屋もある。彼女の入った家もそうした風の一軒で、土間には腰掛けが並べてあり、軒先には恩休みどころとしてある。うちの人は、 帰るとすぐ、彼女は、将棋に居眠っていた、酔い人の子女へ聞いた。寝てるのかい叱られたと思って、子女は慌てて、何度もかぶりを振った。お前じゃないよ。うちの人のことを聞くのだよ。ああ、お旦那なら、眠ってござらしちゃいます。それ、ごらんな。下打ちして。まずりだって言うのに、こんな薄ぼんやりしているのは、うちだけだよ。本当に。お幸はそう言いながら。 暗い土間を見回した。表口で雇い男と年寄りが明日の小雨詩をへっついにかけて蒸していた。そこから赤い薪の火が揺らいでくる。もし、お前さんおこうは一つの将棋の上に長々と寝込んでいる姿を見かけてそばへ寄った。ちょっと目を覚ましておくれよ。もし、お前さんたら。軽く肩を持って揺すぶると。 何むくりと寝ていた男は起き上がった。おこうは、おやと知りいて男の顔を見守った。それは彼女の亭主の当時ではなかった。丸っこい顔に大きな目を持った在郷の若者である。不意に見知らぬ女に揺り起こされたので、きょろっとその丸い目でおこうを見つめた。はっはっ彼女は、 自分のすそ,そっかしさを笑いに紛らして、お客様でしたか。どうも。はいすみませんでした。在合の若者は、将棋の下に滑り落ちているモを拾って、それを顔にかぶせると、黙ってまた眠ってしまった。ひまくらの前に、何か食べかけた盆と茶碗が置いてある。モの裾から、ニュッと出ている二本の足には、土だらけなわらじがゆいつけてあり、壁へ寄せて、 この若者の持ち物らしい旅包みと、傘と、一本の丸添えとが置いてあった。お客かえ、あの若い衆は。こんなに聞くと。はい、一眠りしたら、奥の院へ登りに行くだから、眠らせてくれと言いなさるで、気枕を貸してあげましたが。という。そうならそうとなぜ言わないのさ。うちの人と、間違えてしまったじゃないか。一体、うちの人はどこにと、言いかけると。 片わらの破れ正じのうちから片足を土間に下ろして体はむしろ床へ横たえていた当時がベラボーナここにいる俺がわからねえのかてめえこそ店を開けてどこをうろついていんのだと寝起きの悪い声をして起き上がったもちろんこの男はかつての議論当時彼も変わり果てたものだがまだ悪縁も切れずに連れ添っているおこうの方もさすがに 元の色変わなかった。男のような女になっていた。当時が怠け者なので、自然女がそうならなければ、生活してゆかれないせいでもあろう。和田峠に薬取りの小屋をかけて、長山道を往来する旅の者を殺めては、欲を満たしていた頃はまだよかったが、その山小屋の巣も焼き払われてしまったので、手足にしていた手下も散ってしまい、今では、 当時は冬場だけ量を稼ぎ、彼女はお犬じゃへの神さんだった。三。寝起きのせいもあろうが、当時の目はまだ赤く濁っていた。その目が土間の水亀を見ると、立っていってひしからガブガブと酔いザメを飲んでいる。おこは将棋へ片手をついて、体を下にして振り向きながら、いくら祭りだって。 お酒もほどほどにしたがいい。命が危ないのも知らず。よく外で刃物につまずかなかったね。何油断を教えないということさ。何かあったのか武蔵が、この祭りに来ているの。お前、知っておいでかええ武蔵かああ。武蔵とは、あの宮本武蔵か。そうさ。昨日から、別当の観音院へ来て泊まっているんだよ。ほ、ほっとか。 水亀いっぱいの水を酔いざみに浴びたよりも、武蔵の二次は、当時の顔を一度に覚ましていた。そいつは大変だ。おこう、てめえも店へ出ていないがいいぞ。やろうが山を降りるまでは。じゃあお前は、武蔵と聞いて隠れている機会また和田峠の二の舞をやるまでもねえだろ。う。卑怯だね。おこうは、せせら笑って。和田峠でもそうだが、武蔵とお前は、京都で、吉岡との行き以来。 恨みの重なって言われてじゃないか。女の私でさえ、あいつのために、後ろ手にくくられて、住み慣れた小屋を焼き払われた時の悔しさは、忘れてはいないよ。だが、あの時は、手下も大勢いたが、当時は、自分を知っていた。彼は、一条寺下がり松の人数のうちには加わらなかったが、その後、武蔵の手並みは、吉岡の残党の者からも聞いてもいたし、和田峠では、 直接体験もしていたし、到底彼に対して勝ち目は考えられなかった。だからさ、おこうはすり寄った。お前一人では無理だろうが、この山には武蔵に深い意見のある人がもう一人いるだろうじゃないか。そう言われて、当時も思い出したのである。彼女の言うその人というのは山の総務所、幸運寺平等坊の地侍、総務所の 王蔵番を務めている、獅子戸、バイのことを言ったものに違いない。ここに、茶店を持たせてもらったのも、その、バイの世話からであった。わら峠を追われて、旅へ出た末、ここの秩父で、バイと知り合ったのが、縁であった。後になって、だんだん話し合ってみると、そのバイは、以前、伊勢、鈴鹿山のあの号に住んでいて、ひところは、 多くののぶしを廃下に持ち、戦国の乱れに乗じて野稼ぎを働いていたが、その戦もなくなったので、伊賀の山奥で鎌火事となったり、百姓に化けたりしていたが、漁師の東道家の反省が統一されてくるにつれ、そういう存在も許されなくなったので、ついに時代の異物たるのぶしの集団を解散して、一人、江戸へと志してきたが、その江戸にもない。 ま向きな口があるが、と、三峰に縁子のある者の紹介で、数年前から総務省の放蔵版に雇われたものだった。ここより、もっと多くの武功の新山には、まだまだ、信ぶし以上、殺伐で未開な人間が、武器を持って生息しているというので、要するに彼は、毒を持って毒を制するため、放蔵版には、ま向きな人間として、 抱えられたのである。4. 法蔵には、社寺の宝物ばかりでなく、寄付者の上剤が現金である。この山中、それは常に山の者の襲撃に脅かされていた。その法蔵の番犬として、獅子戸売犬は、実にうってつけな人物に違いなかった。 山のものなどの修正とか、襲撃法とか、そういうことにも通じているし、もっと重大な資格としては、彼は、シシロヤイガキ流の鎖釜の工夫者であり、鎖釜を使わせては、天下無敵の達人と言われている。全身が全身でなかったら、叱るべき主君も取れる人間だった。けれど、彼の血統は、あまりにどす黒い。彼の血を分けた兄も、 辻風天馬と言って、伊吹山から、のすがわ地方へ渡って、生涯、血なまぐさい中に調涼した、野党の頭目であった。その、辻風天馬の死は、もう十年も以前になるが、武蔵がまだ、竹蔵と言っていた頃、ちょうど、関ヶ原の乱後、伊吹山の園で、武蔵の墓権のために、地へどを吐いて終わったものであった。しし売県は、 自分たちの没落の原因が、時代の推移と考えるよりも、その兄の死が、ケチの突き始めと考えていた。で、竹蔵の名を、彼は、恨みの胸へ掘りつけていた。その後、バイケンと武蔵とは、伊勢路の旅の途中、あのの参賀で、はからずも出会った。彼は、武蔵を必殺の罠にかけたつもりで、寝首を狙った。だが、 武蔵は死地を逃れて姿をくらましてしまった。それ以来、バイケンは武蔵の姿を見る時がなかったのである。おこうは彼から幾度となくその話を聞いていた。同時に自分たちの身の上も彼に漏らした。そうして、バイケンとの親密を濃くするために武蔵への恨みを余計に強く語った。そんな時、今に。 長い生涯のうちにはきっと、大賢はあの目を、しわの中にすごく潜めて、つぶやくのが常だった。そうした人間のいるこの山、武蔵にとっては、おそらく、これ以上危ない地上はない呪祖の山へ、昨日、いよりを連れて、登ってきたのであった。おこうは、店の中から、その姿をちらと見て、親と見送ったが、 祭りの雑踏に見失ってしまった。で、当時に測ろうとしたが、当時は飲んで歩いてばかりいる。けれど、気がかりでならないので、酔いの手つきに別当の玄関を伺っていると、ちょうど、武蔵とよりが、かぐら殿の方へ出て行った。いよいよ、武蔵に近いない。彼女は総務所へ行って、売権を呼び出した。売権は、 犬を引っ張って出てきた。そして、武蔵が観音院へ帰って行くまで、後ろにつけて見届けていたわけであった。うん、そうか。当時は、それを聞いて、ようやく力を得た心地がした。バイケンがぶつかる気なら、と、やや勝ち目が考えられてきた。三峰の奉納試合に、バイケンが八重垣流の鎖釜の火を尽くして、万道の剣術者を、 ほとんどそうなぎに葬ったおととしの記憶などを思い浮かべていた。そうか。じゃ、バイケン様の耳へも、そのことは入れてあるのだな。あとで、御用が済んだら、ここへ来ると言っていましたが、示し合わせにか。もとよりでしょうね。だが、相手は武蔵だ。今度こそ、よほどうまくやらねえと。動物類と共に、思わず、大きな声が出たのである。 おこうは気がついて、薄暗い土間の片隅を振り返った。そこの将棋には、コモをかぶった在郷の若者が、さっきからいびきをかいてよく眠っていた。しおこうに言われて、あ、誰かいたのか。当時は自分の口を押さえた。ご、誰だ、お客だとさ。 おこうは気にかけなかった。だが、当時は顔をしかめて、起こして出しちまえ。それにも、シジ堂様が来る頃だろう。と言った。それに越したことはない。おこうは、コオナに言い含めた。コオナは、隅の将棋へ行って、若者のいびきを揺り起こした。そして、もう店を閉めるのだから、出て行ってくれと、不愛想に言った。おあ、よく眠った。伸びをして、若者はどまに立った。 旅ごしらや鉛から見て、金剛の百姓とは思われない。何しろ、起きるなり、一人でニコニコして、バっこい目をしばたたき、はち切れそうな若い肉体をくるくる動かし、瞬く間にこムを置き、傘を持ち、杖を抱え、旅風呂敷を首に巻いて、どうも、お邪魔さん、とお辞儀して、外へ飛び出していった。お茶台が置いていったのかい変なやつだね。おこうは、 小女を振り向いて、将棋を畳んでおしまい、と言いつけた。そして彼女も当時も、吉蔵を巻いたり、店のものを片付け始めた。そこへ、のっそりと、子牛のような黒犬が入ってきた。バイケンの姿は、その後からであった。あ、お越しで。どうぞ、奥へ。バイケンは黙って、草履を縫う。黒犬は、そこらに落ちている食い物を、あさり歩くのにせわしない。 荒壁の破れびさしだが、痛縁をかけて離れている。そこの一間に明かりがつく。バイケンは座るとすぐ。先ほど、かぐら堂の前で、武蔵が連れの子供に漏らした言葉によれば、明日は北の院へ登るつもりらしい。それから先に確かめておこうと、そっと観濃院へ寄って探ってきたので遅くなった。と言った。しゃあ、武蔵は明日の朝、北の院へ。 おこうも当時も息を呑んで、久しごしに、大岳の黒い影を星空に見た。尋常一様なことで、武蔵を撃てないことは、当時以上、売券はわきまえていた。放蔵版のうちには、彼の他に、屈強な伴奏が二人いる。同じく、吉岡の残党で、この診療に小さな道場を建て、部落の若い者に稽古などをつけている男もある。 なお、救護すれば、伊賀から随身してきた野武士で、今は転業している者など、十名以上はすぐ、借り集められる。当時は、手慣れの鉄砲を持つがよいし、自分はいつもの鎖釜を用意してきている。か、二人の伴奏は、槍を持って、もう先へ出たはずである。なお、できるだけ味方を借り集め、夜明け前に、大岳へ行く途中の、小猿沢の谷川橋で、 我々を待ち合わす手はずになっているから、まんまん、これで色はあるまいと、指示度バイケンは言うのだった。当時は驚いて、ええ、もうそんな手回しがついているので、と疑わしい目をした。バイケンは苦笑した。バイケンをただの自創と見られているから意外とするのであろうが、全身の辻風天魔の弟公平としてみれば、これくらいな早仕事は、 眠りを覚ました野じ子が、山萩の人村に風を起こしたほどにも足りないことだった。